はい、それではこれから、金八ジャゴラ開始したいと思います。今日はですね、収録がですね、8時ちょっと前なんですが、一旦収録して若干編集してからですね、放送するというですね、そういった形になっております。一部と二部で、構成いたしましたね。ちょっとコメンテーターの入れ替えありますからね、だいたい2時間と予定で開始いたします。私は、今回の司会をさせていただきます日本海賊党代表の須澤と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではコメンテーター、途中で入れ替えありますけども、はい、今出席されているねコメンテーターの方、一人ずつ自己紹介お願いします。はいはい、じゃあ田中さん、はいはい、はい、どうぞ。田中と申します。あ、基本こういうことは有名な、なるほど、はい、ですね、それでどちらかというと私はこういう経済的なのはあまり得意じゃないのでごめんなさい、はい、ただ原発の件とかある程度自分が今進めてて、こう国会前とかでやってたこととちょっと違うことをやりたいなと思って今動いてます。なんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はいはい、あ、今じゃあ私もこちらの方で、はい、あこれね、実はもう来月の頭ぐらいにバージョン4が出ることです。はい、まあ、あと他にちょっと4冊ほどこれのサイドストーリーを準備してますが、公認システム監査人、そしてIFRS、 そして連結会計コンサルタントの田淵と申します。よろしくお願いいたします。また山さんの選挙ウォッチの方も、はい、やりたいと思っております。はい、またよろしくお願いします。あ、またお願いします。はい、はい、クミモンの育ち合い広場でもお世話になっています。元祖生活保守、石川久美子です。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。あ、一応立ちましょうかね。あ、そうそうそう、もういろいろ外野がうるさいので、はい、こんな感じで、はい、今日こんな感じで、はい、くるっと回っていただいたファッションショー必要だね。実はこの石川さんのファッションについていろいろこう批評する人で、あ、でも今回はあれですね、同賞2票確定で2票剥奪なので、そうですね、あ、今回ピンチですね。なのでちょっと、ね、以前同賞だった服をテレビ映り、カメラ映りを場所が変わったので確認しようかなと思って持ってきます。初めての方に申しますが、吹奏楽方式で、よかったら金、中ぐらいなら銀、あかんかったらどうという、1、2、3じゃないってことね。そうそうそう、はい、同賞だからって3位じゃないですか下手やいうのが同賞なんですけどもこの方式でやっていて投票していただいてるんです。これはね、一人やたらダサいっていう人がいて、石川さんが怒ったんですよ。あ、そしたら、みんなで決めようって投票でってことになって前回金賞やったんちゃいますの、先週。そうでした ね、 ね、その前が銅賞を食らいましてものすごくかっこ悪い。その前じゃない、その前の 前ですね。民主的だ、民主的ですけど時々八つ当たりで、八つ当たりするので、はいはい、わかりました。はい、はい、映画選挙、選挙2、それで元川崎市議会議員の山内和彦です。田淵さんと一緒に山さんの選挙ウォッチやっておりますので、また今後の選挙、アメリカ大統領選挙僕外しましたんでそうですね、まあまあそれはまた、まだ分かりません。12月19日に何か起きるかもしれないですし。何を？あ、選挙人にね、撤回しろとか言ってない。そうそうそう、まあ、まあないですけどねでもあれ半分以上の州で裏切ったら向こうなの知ってます？そうだから、そうなると向こうになったら今度は議会が出てきますから、議会の多数派は共和党でも共和党も裏切るかもしれないです。問題はね、ミシガン州がまだ決まってないんです。そうですね、あ、11名なんか200万票も超えてるって、ね、そう、差が ね、 ね、ほんなら一般投票だけにしたらええやんの、ね、ロシアみたいに。そうなんですよ、あるいはフィリピンみたいにうん、はい、まあそういうことでよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ、今日のお題見てみましょうか。はい、須澤さん少し痩せられたん違うの？いや、少しいや、少しじゃないで、少しどころ激痩せですそれはそう、変なお病気ではないんですよね。食べてないんで、そういうことですね。そうそう、ダイエットです。クレブスになられたんじゃないですよねよかったです。はい、位置は後ですね。はい、位置はご本人いらっしゃって、位置は林田さんいらっしゃってましたでしょうか。はい、で、まずその、田中さんの方からね、ちょっとしましょうかね。はい、この前の地震がありましたね、はい、大きな地震で、はい、津波で、はい、その時に福島の第二原発が、はい、これが
事故にあったんですよね、うんうん、事故というよりもまあ冷却装置が冷却装置が、うん、今どうなんですか、そうですね、今は無能じゃないですか、今はもう普通に、いや100本ちょっと待っただけですよ、うん、でそれでまずちょっと動画をちょっとね、はい、今持ってきてます、はいはいはい、最初にちょっと動画を見てみましょう、はい、これ見るとね、うん、笑いますよ、あまりにも子供だましのね、うんうん、よくこんなこと記者会見で最初に言ったら、一本見ましょう、はい、ま、まずは見てのまずは見てのお楽しみですね、ひょうとひょうとしてあれですが、この部分では私だけ分が悪い、まあまあわかりました、 これはリバーブが入ってる、この10分後、約10分後ぐらいにピークが来たんだというふうに判断しています。通常、水で満たされた燃料プールには冷却用の水が注がれています。うん、溢れた水は隣のタンクに集められ、冷やして循環させる仕組みです。うん、今日、異常を検出したのは、このタンクにつけられた水位センサーでした。ああ東京電力によると、このタンク内の水が地震の揺れで波打ち、水位が低いと認識、冷却システムに異常が発生したとしてポンプが自動停止したということです。しかし気になることがあります。波打ちが激しくなりポンプが停止したのは地震から10分後、タンクの水が10分間も揺れ続けていたのでしょうか、ね、うん、10分の時間が空いたというのは、これ我々も少し不思議に思ってはいるんですけれども、現場の方ではそういう地震の揺れと、その建物だとかそのタンクが持つ固有の振動触れやすさですね、それと同調したタイミングが、まあ、この10分後約10分後ぐらいにピークが来たんだというふうに判断しています。一方、福島第一原発、文系でしょ、事故当時、まあまあ、水温が80度を超えていた4号機の燃料プールからは燃料棒がすでに全て取り出されています。しかし1から3号機は未だ燃料プールのみならず、原子炉の燃料の取り出しのめどすら立っていません。こういうことが起きますと、3.11 の第一原発の事故、この事故原因についてはですね、津波だっていう説と地震だっていう説が両方ありましたけども、はい、津波だっていう主張にですね、まあ、疑いが持たれてもまあ仕方がないな、とそんな感じもするんですよね。で最近気になるのはですね、原発をめぐる話題、はい、これお金にまつわることばっかりなんですね。はい、これ何が原因だったんですか、結局。これプールの実際の燃料棒が入ってるプールの水が、うんうんうん、減ったかなんかして、スキマサージに、スキマサージタンクの方に水がいかなくなっていや、こぼれちゃったんですか、かタンクか水漏れしたかどっちかなんですけども、まだそこら辺ってはっきり出てないですよね、うん、でも今のビデオの説明ではね、なんかその揺れが10分後に最大になっていや、それはそれはそれはないね、あれがね、それはちょっとどんな基本波の振幅でこういったとして、うん、横幅すごいなければ、うん、そんな回数にもならないし、大体その前に止まりますし、うん、摩擦係数 0.1 なん で揺れ続けることないですね、揺れ続く、大体それで気温が20回も普通行かないですよね、うんうん、なるほど、要するにその固有振動数に合ってたと言いたいんですかね、共振した、そう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 、ね、シンクロして、共振が止まって後で地震が止まった後でそんな長く共振できる、ないですね、だから地震がもう10分も揺れてないんだから、うんそうですね、しかもその10分間のタイムラグが謎の10分、謎の10分だから何か隠してるんですよ、うん、そうまたもう嘘の上乗りで、それでしかも1号から本当は4号まであるじゃないですか、はいはい、で今回3号だけだったじゃないですか、はいはい、これ他のじゃあ3つどうだったのかって不思議だったのが1つ、ね、まあ、共振するなら作りが一緒のもだって、あれそう4つも同じですからね、作り基本的に全く一緒と言っていいような作りですから、そうともかくね、これ最初に記者会見で見た時に、うん、あまりにショックで、うん、ずさんないってきちゃう、この人何言ってんのと思って、それでどっかでやってくんないかなと思ってたら、ちょうどこの番組やったんで、やっぱり撮れたんですけども、うんうん、
あれ報告がなんか2時間もかかったとか言って、うん、なんかすぐ報告じゃなかったそうですね。そうですね。そうそうそう、あと1回目 の, あ の, その,、まあ、あの停止してから、はい、実際にはもう多分あの6時の段階で停止してるんですよね。はい、そうですね、はい、それでそれが一般に流れたのが7時40分以降、うん、僕がテレビたまたまつけた時にそれが流れ始めたんです、うん、7時40分、8時ちょっと前ぐらいなんですよね、うん、そう、あの津波がどんどん押し寄せてる情報出てる途中でこれ出て、うん、と思ったんで、そう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 、またかよと思ったんです。それが8時前後ですよ。そうです、そうですね、ですよね。そうなんで唖然としちゃってね相変わらずですね。2時間何してるのかね、うん、そうですよね、うん、これがその雑誌のやつですか。あ、これは違うんですよ、うん、この雑誌は最後に言うと思ったんだけども、うん、あの皆さんあのブックオフとか不老野菜ってこれよかったら探した方がいいですよ、うん、これこれはこれいつ昔のスリーマイル島のやつか、ね、これいつぐらい出たやつでしたっけ、ね、なんか僕見覚えある、違う、買った覚えがあるんですよ、うん、最初の一般が相当前なんですよ、はいはい、2000年ぐらい、2001年とかで、あの 3.11 前、ずっと前なんですよね、はい、予言の書なんですよね、これは。それで2007年のやつが出てて、はいはい、これたまたま僕持ってて、はいはい、あの持っててっていうか地震の後でたまたま ebook でブックオフで見つけて、はいはい、買って中見たら唖然としちゃって、それでいろんなところで知らせてるんですけど、これ買った方がいいよって、うん、いやもう絶版になっちゃってこれ古本屋で探すしかないと思うんですけどね、はいはいはい、あの当時だからものすごい売れた本じゃないんですよね、うん、そう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 、だから今となって貴重な本ですよね。あのこれから起こる原発事故、うわ、うん、予言が立ちまいましたこれはね、あの中見ると、はい、結構唖然とするんで、うんうんうん、あのぜひおすすめですんで、うん、探してみていただけませんでしょうか、うん、皆さん。ちょうどこの間なんかベトナムもなんか原発輸出の予定だったのが、ね、なんかベトナム方の財政の事情だけど、やっぱり実際はあの事故のことがやっぱりすごく起きて、うん、ベトナム国民の反発がすごいらしいんですよ。それで結局白紙撤回になっちゃって、あとインドも実際にはデモ起きてる、うん、ああ起きてますね、あのインド、まああれはあのこの間先日モディさんいらっしゃった時に、うん、あの日本との関係であの経済協力新幹線と原発が、うん、あの経済関係で、うん、あの友好関係で進められるなんていう話になってますけど、そじゃあね、原発のぜひちょっと原発やめたとしました、うんうん、はい、すぐね自然エネルギーって言うんだけど、うん、ぜひちょっと考えてもらいたいのはね、うん、北海でドイツがやってるんですけどね、はい、風力と揚水型のね、うん、水力発電を組み合わせるっての実用化してるんですよ、うん、これはぜひ考えてほしいの、はいはいはい、ヤンバダムやるんやったら風車もつけろ、うんうん、あ、はいはい、分かるね、はいはいはい、いわゆる風力とかの弱点は、うん、凪があって止まる可能性あるじゃないですか、そうですね、それをそのバッファーとして、うん、水力発電所に貯めるっていうのはこれ一つ考えておくべき、うん、実はね、はい、JR の、うん、東日本だってね、はい、実はラッシュアワーだけ水力発電やってますね、あ、はいはいはい、実は、はい、で原発使ってビューとか上げていくんですよね、うん、だからそのもし自然エネルギーっていうだけで不安定だっていうことにするためには、うんうん、ぜひ風力発電と、ね、うん、水力を組み合わせると、うん、ちょっとそういう、ね、技術的なことも考えない、ね、まあ、なるべく平準化していくっていうね、うん、そう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 、そういうことをちゃんと代替エネルギーとして提案していくべきなので、私はヤンバダムやるんだったら風車をつけろ、うん、あとはマイクロ発電ですね、あ、そうですね、あの小水力、ね、そうそうそう、どっかの一箇所に、うん、一極化して、うん、それがセンターになってやるやり方はもう絶対ダメですね、そうです、もう完全分散して、うん、そうです、分散型で、そうで、今あの実は今日ですか、昨日ですか、あの、うん、なんか川崎の宮前区でなんか、うん、なんか電線がショートしてるっていうので、それでなんか1万世帯が出るんですけど、ね、これからなんかめ、うん、それどこ駅ですか、またあの鷺の前駅前です、あら出た、東急、東急、まあ、いや東急悪いわけじゃないですけど、これは、うん、またその辺でしょ、そう、だから結局もう電線、あの電力網はいっぱい遠くから引っ張ってくるんじゃなくて、もうそれもメンテナンスが今必要な時期になってるんで、これを機にあのスマートグリッドとかどんどん切り替えていって、うん、あの電力発電で、そう、うん、マイクロになってて、はい、あの各家庭の水道水の管、うん、あれで自己発電できるようになる、あれタービン回すっていう、が小水力発電と同じ原理ですよね、う
やんね、ソーラーよりよっぽど効率いいんですよ。ああ、ソーラーいろいろ、まあ、問題出てる。実は元物理学者の、うん、だからそれはね、だからどうやって実現性を上げるかは大事なことでして、うん、でぜひヤンバダムやるなら、うん、50Hz、60Hz 両方対応の発電機にして、うん、あ、はいはい、これはやっぱり、うん、ね、日本の失敗ですからあれは。まあでもね、そういったソーラー発電だとかいろんなね、うん、方法で電力を供給できるのに、うん、なんかそのね、そのさっき その第二原発のね、はい、停止の問題にしたとですね、うん、マスコミの扱いが、うん、もうやっぱりなんか原発推進寄りって言いますかね、うやうやしちゃうと今回の問題ね、うん、え、ちょっと、ね、皆さんから見るマスコミってね、うん、原発推進しすぎてると見ます？原発推進の方になって、いや僕も、いやいや、私からすると、うん、私のように今日僕孤立してると思うけど、うん、私のように原発拡大派の人間からすると、うん、マスコミがなんとも原発の拡大の邪魔をしてくれてるなと僕にもするわけ。あ、いや僕はやっぱ原発推進してるの見えますけどね、うん、今の際、いや僕はまだ足らんと思ってるぐらいで、いや、まあ、いや僕はね逆に言わない、なん、あの、うん、逆に、うん、言わないと思ってる、あの、うん、推進もしてないし、うん、反対もしてないけど言わない。いや、やっぱり、ね、政権の顔色は伺ってると思いますよ、うん、安倍政権が、うん、あの推進している以上はやっぱそれにちゃちゃは入れられないっていうのがマスコミだから。だってそれ言うとまたあの官邸から圧力かかりますからね、すぐに。え、そんなこと言うたら蓮舫になんで報道するの？蓮舫、いやいや、蓮舫はあれでしょう、うん、R があるからでしょう。その、まあまあ、その話もあるかもしれんけどそれはまたあれですけどね、やっぱり私から見るとやっぱりね、ちょっと推進、うん、特に NHK ですね、 NHK なんかもですね、うん、でこの前あの天皇のお言葉がありましたよ、ね、あ、あれも編集したいとか、その生前退院とかね、あれもやっぱりその NHK と勝手にですね、うん、その原発のとこだけね、原発のとこだけカットしました、ね、カットして編集したで、編集したのに別に編集しましたってこと言わないで流したというのありますからね、NHK はね、やっぱり結構ね、そういったところ点で、NHK をはじめとしたマスコミが結構変更してるから、ただ NHK 頑張ってるのは ETV の方で、あの深夜ですけどあんまり見る時間帯じゃないんですけど、あそこでね原発問題ずっと追ってるんですよ。あ、そうですか。だからあの NHK もね、あの一番人が見る7時の時間帯とか、ああいう時間帯はもう確かに脱原発とかって話は避けてるんですけど、じゃあ原発の事故の問題とか廃炉の話とかっていうのは、あの、まあ、夜中11時ぐらいですよね、あまり人が見てない時ね、それは確かにいいですね、そう、あれはがでやってる特集は、あれがあれは頑張ってますね、うん、だから NHK もその辺のさじ加減は上手にやってるんだと思う。ただ、うん、あれ見る人はもう本当限られてるんですよ、あの関心ある人は見ないから。でも、TPP 交渉の裏舞台考えたらね、はい、原発再開したからね、うん、あのアメリカの圧力弱くなった事実もあるんですよ。まあアメリカとしては原発を再開しなきゃいけないっていうのは上手。いやいやいや、じゃ違う、逆逆、日本が再開したから強く出れなくなった、あ、アメリカがってことですか。うん、日本が原発を再開したのと、はい、小惑星からピンポイントで地球に戻れる制度を持ってるというね。ああ、で、どう？小惑星から地球というそのピンポイントで制御して物体を運ぶ能力が日本があるわけです。はい、その2つの組み合わせは軍事的に何を意味するのかとか考えるとね。なるほど、なるほど。で、まあ、でそれも私もあと56日で言わずに済むかもしれません。あ、そう、いや、あいつが大統領やってる間はね、うん、私は原発推進って言ってたんで、まあどうなんでしょうね、うん、まあ、50日後にどうなるかみたいな、あと56日、うん、まあとにかく1月20日に TPP でやつ、日米安保もなんとかせえっていう話で、うん、まあ、それは後のちょっと、はい、まあそうですね、その話はもうちょうどで、はい、まあ、原発の方もね、うん、そのやっぱりその報道姿勢とかですね、うん、もっと問題についてちゃんと突っ込む、うん、そういった、うん、あのそのなんていうかな、あのマスコミの姿勢とかそういったものが必要だってことですよね。今回あの福島第二原発って確かまだ廃炉になってないですけど、あっち壊れなかったもん。いや壊れたけどもう事実上無理じゃないですか。いや10キロだからね、そう無理なんですよ。そう無理だけど、 でもまだあってあの燃料棒残ってるんですよね。もう全部2000何本ですけど、ね、だから運び出す1万本ですよ。だから再稼働させる意図がまだあるってことなんですよね、あ残ってるってことは。あ、いや違うんです、移せないんです。移すとかないんですか。そうです。あ、そういうことなんですね。もう昔から言われてる、うん、あのトイレなきマンションとか、はい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 、あの今あの出しちゃうともうダメ、そうです、行き場がない。北海道の方でね、うん、1カ所だけ今それの実験やってるじゃないですか、影響保存の、はいはいはい、あれだって全然おもちゃみたいなねやり方で、だってしかも北海道だってなんか2つの陸地がぶつかってできた島ですから、その10万年まで安定的に、うん、
保存できるとこないじゃないですか。そうですよ、まだ1万5000年前ぐらいでやっとくっついたんで。そうですね、あの2万5000年前だとまだ2つに割れてたんで、うん、そうですよね。だからそのぐらい地殻変動って激しいような場所で、うん、まあ日本列島で安全な場所どこもないですからね、うんうん、そうですよね、うんうん、でそれで、まあ以前ねその福島の地震があった時に、うん、はい、第一原発の4号機ですか、はいはい、4号機の燃料棒のプールが危ないと、はいはい、あれが決壊しちゃったら、うん、北半球全滅だなって話がありましたけどね、でそういった話は別にね今回の第二、うん、福島第二の方だったね、同じです、あれがもしも、うん、冷却装置が復活しなかったら同じことで、ね、また臨界したらもっと、うん、同じですね。でそのそうなれば第二原発である他のね、うん、ところみんなダメになっちゃいますからね、うんうん、もう本当に今回の違いが一つあるとしたら、うん、要は前のはダダ漏れしちゃったんですよ。はいはいはい、そうですね、実際の核燃料が入ってる容器自体が、うん、もうダーであれ自体がもうダメになったのと、はい、あとはもうそれぞれの水がなくなっちゃったっていう問題なんですね、はいはいはい、完全に空だき状態だったんですね、今回は空だきになってないんで、うん、単純に考えても1週間とかね、そうですね、問題ある温度に達するまでは2週間ぐらいかかるっていう、うん、そうですね、水位の上がり方、ね、もっとね大事な問題はマーク1はですね、うん、核の容器が小さすぎるんですよ、うん、もうはっきり言って、うん、だからもう、うん、あれもともと原子力潜水艦の技術なんで、うん、はい、だから商業原発には向いてないっていうか、うん、採算合わないんですね。いや今あれは基本的に福島のやつはマーク2ですけど、ね、うん、2、うん、第2あれね、いや分かりますよ、まあ、それはね。でもこういうことがあると今度他の原発、まあ福井県にある原発を見ればどんどん再稼働とあと延長する方向にどんどんなってますけど、うんうん、大丈夫かなって。めちゃくちゃですよ。めちゃくちゃですね。だってね、志賀原発なんて断層目の前であって、うん、そんな何メートルも離れてないんですよ、あれ、うん、50メートルとか、はいはいはい、で1号機は廃炉で、はい、2号機はそのまま動かすと。そうそう、あれ何断層から離れてるんだけど、そういうことになっちゃうよ。まあそういうことですね。地震って50メートル違ったら大丈夫なわけ。あれ、そのこと言うと神奈川県の鶴巻の条例どうなるの。鶴巻神奈川県の厚木とかあの辺に断層の上に建物建てがち、うん、あれ50メートルですよ。そうですね、あれ活断層の両側の、はいはい、だからでも50メートル離れたところだって断層を入れたらそう全部ダメじゃないですか。でもこう断層のところでこう家が裂けるようなね、うん、あれになる、うん、それはもちろん論外です。だってお釜がひっくり返っちゃうわけじゃないね、うん、問題はでも断層だけの問題じゃないですよね、うん、だから鳥取のやつって面白いんですか。ああ、ちょっと特殊な地震、あれもまあ引っ張られて、うん、結局なったんですけども、うん、やっぱりもう単純に核もうそういう断層っていうだけではないんですよね、うん、その周り逆に結構離れたところダメなんで、だから最近言われてるのはなんか熊本の地震もそうですし今回の、うん、まあ、鳥取の地震もそうですけど、なんか今まで知られてるタイプじゃないような地震も起こりうるってことがどんどん分かってきて、うん、あ、どうも、ああ、地震も活動期に入っちゃいました、ね、じゃあ僕はこっち。今年地震多いですもんね、本当に。あ、ちょっとあれどうする？どっちに行くの？はい、じゃあどうします？あ、どうもどうも。一個そっちかな。こっちかな。じゃあここで、はい、じゃあすいません。あ、じゃあ奥さんこちらに。奥さんどうぞ。はいはいはい。お久しぶりです。はい。まだ始まったばかり。今ね原発でね。そう。あ、ちょっと。はいはいはい。そうそう。はい、まずはいはいはい。理学療法士として医療系の仕事をしております、うん、大津恵子と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょうど原発の話で沸騰してるところなんで、原発のお話で今私一人でやり込められる、うん、そうそうそう超専門家としてはそうなんですよね、まあ、ちょうどねこの間冷却装置がね止まっちゃったっていうのが、うん、3時間まあ、100分100分1時間40分1時45分ぐらいに再チェックしてそうしました、ね、あビックですね。もうヒヤッとしますね、ああいう情報が出ると。津波も怖いけど、うん、いや私の記憶ではね、うん、地震発生直後に、うん、各地の原発は全然異常ありませんみたいなね、うん、そういったアナウンスがあったんですよ、まあ、最初はそうだったんですけど、うん、で調査中ですって大丈夫ですとは言ってないですけど、そうだずっと止まってたとしたら1週間後ぐらいにちょっと危ない温度に達するという、うんうんうん、ことは分かりましたけどね。
まあ、あの水蒸気爆発とか嫌な思い出が、まああのね、やっぱりね、原発ってね、絶対安全と絶対危険って意見があって、はいはい、その危険性を測ることも禁止してたような変なこともあったじゃないですか。それはこんな私が言うのおかしいかもしれないけどやっぱりね、事故は起こるかもしれないから、うん、そういう対策をちゃんとするのはいいことなので、うん、やっぱりその格納容器が小さいのはいかんでしょうね、うん、じゃあそれだったら一つだけ提案ありますよ。何？あのね、補助電源を本気でやること。あ、それはちゃんとね、だってもう国防上の問題になってきますよね。 3.11 の時ですね、うん、非常用電源の準備がほとんどできていなくて、で電源車持っていったらなんかプラグが合わないとかなのわけなんで、電源車自体がなかったし、まあ そ, うだね、それからそれに対してね、安倍首相がね、うん、安倍さんがね、うん、全電源装置とありえないと2006年にありえないというのを2006年に、あの小さい写真をね、その通りになりましたからね、ありえない通りに、いや彼の言うことは全て、うん、あの嘘になる危険性が常にあるんですよ、うん、逆になるんですよ。そうそうそう、あのお先生ブロックされてるとかってね、絶対って言ったら逆にアンダーコントロール、アンダーコントロールしてるんです。そうなんですよ。でもですよ、うん、今後の日本の舵取り考えた時にね、本当に日本が潜在的核保有国じゃなくていいんですか？潜在的、ああ、だからもし次もっぺんね、だって今50トン近いプルトニウム、いいことじゃないですかと思うんだけど、いやだからもうすでに食べて、だからアメリカに警戒されてるわけじゃないですか。いやいや、だから逆に、うん、もし今回ね、うん、山内さんの予想が外れてよかったけどね、うん、ねあれがもしね、ヒラリー・ローダム・クリントンだったらどうなってたかってことをね、うん、いや変わらずでしょ、オバマ路線の継承ででしょ、うん、だからもっぺんもしアメリカでああいう詐欺師みたいなのが大統領になったらどうします？いやいや、だってもっと今度ペテン氏が大統領になろうとしてるじゃないですかいやいやでしょそうそう、え、何が？いやいや、でもまだ分かりやすいんやない。いやいや、分かりやすくないです。いやいや、分かりやすくないですよ。だって何言うか分からんからこんなリスクないですよ。だってそう、だってオバマさん、ヒラリーさんは何言うかってめちゃくちゃことは言わないよ。いやでもオバマのやらしいな。いや、やらしいだってあれはもう、まあまあ、やらしいのはあっち側の人間であるにもかかわらず、うん、そうじゃない部分も若干持ち合わせてるから、うん、そうそう、ただイレギュラーなことはやってないんですから。いや、それは、うん、ね、2012年の選挙の時に、うんうん、あれですよ、ロムニーがわしの言うこと聞かんから悪い、私ロムニーのところに何回もメール打ってね、はい、オバマをフルネームで呼べ、フルネームで呼べって言ったのよそしたらね、今回やってたんですよ、中国で聞いたけど、うんうん、オバマをね、フルネームで呼びまくってたんですよ、実は共和党、なんかミドルネームがフセインなんで、もうフセインだから、このフセインフセインって言えって言って、フセインってはもうイラクのね、あの大統領を思い浮かべる、うん、そうですよ、なんでミドルフルネームで呼ばへんねんって言って、やっぱりそれは前回の分析にあるように、うん、やっぱりロムニーやね、モルモン教っつうのはまずかった、うん、だから共和党は毎回だから大統領候補を間違えてるんですよ。でもね、今回、でもね、今回分かった、うん、僕ね、あの彼はね、うん、ヒラリーさん逃げ切りでって言ったけどね、僕はね、言ったんだけど直前の日曜日が重要なの分かるんですよ、火曜日に選挙があって、はいはいはいね、直前の日曜日の、うん、FBI、それじゃなくて直前の日曜日のその教会のミサの時に、うんうん、いわゆる、うん、その最もアメリカで権力持ってるのは間違いなく福音派のルーテル派なんですよ、うん、はいはいはい、そこが今回共和党って言ったの聞いてるんですよ、やっぱり。いやでもやっぱり FBI も動いてますFBI のね、長官でしたそうですよ、ヒラリーのほらメール事件を再度、やる家だ、それでやっぱりやめたで、あれでだいぶ落ちましたよね、トランプの。いいことですよ、もう私もあれとどめさ、そう、やるやる詐欺ね、やらないいや、やらない、話が取れちゃう、すいません、とっても原発ね、原発そうです、原発だって、いや、そのね、ことはぜひちょっと皆さんに考えてもらいたいのは、そのぜひ風力発電と水力の組み合わせを推進してもらいたい。そうですね、あの現実的な対応としてね、風力の問題で回転速度によって、はい、その交流のこれが無駄が出るんですよ、それね、はい、ドイツのインフィディオンという会社が素晴らしい整流器を開発したんで、うん、それが変わってもちゃんとできるのを見出したんで、あ、じゃあそれはもう技術革新で解消する。九州大学の方で、うん、確かね、かなり進んでるんですよ、うん、福岡県、うん、それで、うん、ぜひですね、組み合わせて海の上にね、うん、海上になんか島みたいなの作って、うん、そこに風力発電だなんだってみんな組み合わせて、うん、その一つのね、発電島みたいな、うん、安倍さん好みのこと言いましょうか、あのなんか六角形なんか、あの辺にはね、都心にありながら島であるがゆえに発達してなくて、うん、誰が住んでるかわからない
彦島とかね、うん、あと博多の湾もあるじゃん、なんとか島っていうの。彦島って下関？そう、あそこなんて橋引く人一つしかまだないのよ、うんうんうん、彦島この前私夏あの車でうろうろしましたけど、素晴らしい、源義経の最後の基地、うんうん、あ、違う違う、平家の基地があって、うん、最後源平戦の後義経、壇の浦ね、壇の浦ね、そうそうそう、うん、あんなとこ彦島ぐらいにあれ作ったらどうですか。彦島はあれなんですよ、あのイギリスにね、うん、借款される危険性があるそうそうそう、やられそうになったんですね。で、あの高杉晋作でしたかな、うんうんうん、あの割と あちらは上級武士なんで、うん、家老でもはないのに、うん、家老みたいな顔をして OK もらってやったんですよ、うん、交渉を確かに、うん、あれ不思議でしょ。実は下関砲撃事件の場所と壇の浦めっちゃ被るんですよね、うん、あれ本当に、うん、まあでもそれはたまたまでしょ。まあまあたまたま、まあまあそうだね、まあ、ということで、まあ、あの話題がね、トランプさんの話題にちょっと進みましたんで、ちょっとお題の方もね、はい、今度はトランプさんの方の、わかりました。これでしょうか。私の1位ですか、ね、はい、はい、まずじゃあ、うん、田淵さんの1番。1番、はい、じゃあこちらから来たんですけど、はい、実は2週間ご無沙汰しておりまして、すいません、実は上海の方に行っておりまして、お疲れ様です。実はですね、今度まで12月の、うん、5日から。まだ行かれるんですか。13日まで上海の方に、あらら、まあ、仕事で行くことになりまして、あ、行きたいですね。でね、いろいろネット上でね、田淵さん捕まらないようにっていうかね、うんうん、言われたんですけど、うん、私はネット上では親中派と見られてるみたいでして、あ、大丈夫なんですね。おかげで、ね、知りませんけど、うん、国境検問行くたんびに、うん、私フォーリナーの方にいたのに、なんか知らんけどね、うん、中国人に間違えられて、あ、なんか君はこっちだとか言われて、えっと思って、なんでか知らんけど毎回中国人の通るとこでなぜか検問を通ってるんです。ああ、じゃあもう早く行けるじゃないですか。なんか分かりませんけど。で、まあこう見ていただくと、まずこの麦の当たるローって書いてね、いやいやいや、これねマクドナルドなんですね、マイダンラを。そう、マイダンラ、まあ、近いよ。でサントリーは3つの特の日みたいですね、うん、あ、自動販売機にありますからね。でキャンタッキーのあれがね、なんかこあの肯定するのこうに特に聞いて、これでケンタッキーって言うんですよ。当て字ですね。当て字ですね。まあイメージのいい感じは使ってますけどね。でスターバックスは分かりますね、うん、星が、うん、あの巴の克服と書いて、うん、はい、あのシーパクリでしたね、はい、まだ分かりやすいですね。まだけど当て字が多いなと、うん、しょうがないですね。で面白かったのは、あの3つの明治と書いてサンドイッチだと。あ、それでね、うん、実は、ね、林田さん来たら言いたかったんだけど、うん、中国語で楽天って何か知ってます？楽天と書いて、あら、何ですかそれ？ロッテ。あ、そうなんですか。それちょっと無理があるんじゃないですか。無理があるんだけど、そう、うん、へー、じゃあ楽天進出できないじゃないですか。そうなんですよ。もう商標捉えてるっていうんでやられちゃうじゃない、うん、う、うん、だって楽天今あの海外にもなんか進出しようとして、うん、僕フランスで倉庫見ましたけどね、楽天の。あ、それでね、あとね、もうね、空港のね、うん、なんかもうパソコン全部取り出して、うん、特にあの3つの星、三つ星集団、うんうん、あ、三つ星集団手作り、あ、手作りのなんか、もう、あ、机とか機械なんですね。手作りの7はダメだ、どういうことですか。いやもう全部見て、うん、それが見つかったら、うん、全員逮捕やいう話あるし、あ、特にあの日本でもね、うん、関西空港でもね、うん、今までですよ、うん、まあ、悪いけど、うん、全日空と JAL みたいな、 JAL が人気ないから、うん、JAL の方は45分前でもよかったら1時間になったりするわけですよ。はいはいはい、チェックが厳しくなったからね。でもなんかあれなんですね、だから実はその先月の、うん、あ、違う、先月の初めだ、終わりだったっけ、はいはい、関西空港 で、あの韓国人の女性がね、うん、そのギャラクシーノート7持ち込もうとして捕まって、これはウリの携帯にだとかでやったんだけど、ほんだら怒って、なんか電池外したらバーン、そう、外した瞬間爆発するね、爆発して、そう、あれ大騒動だったよね。大騒動になってから、三つ星はサムソンだ、三つ星、サムソンです、サムソンです、ね、そうそう、三つ星集団です。もう三つ星集団出ないことになりましてですね。そればっかり。まあ本当に大変。そうそう、あ、ちょっと上海レポートで、ね、で上海レポート、そうそうそう、上海、ほんでね、左上見てください、これがね中国のね、うん、コンセント、ね、この一番上の2つはこれはあの日本の100、いやいや日本の100はね、うん、上とその下のところでも行くんですけど、大体中国は三つ穴が多いんだけど、うん、2つ穴でもね、うん、こう平行のもあればこんなんやらこんなんやらあるんですよ、うんうんうん、まあ
7種類あるみたいで、ヨドバシカメラに行って、あれ行ったんですね、うんうん、ほんでね、240ボルトがね、うん、でも大丈夫や言うた人いたんですよ、はいはいはい、行ってみました、うん、1個だけダメだった、うん、それはね、うん、このパソコンとかのね、うん、この四角い箱のついてるやつあるじゃないですか、うん、アダプター、うん、あれも OK、うん、でも携帯電話のみたいに直接刺すタイプあるじゃないですか、うん、 あ、 はい、あれ240ボルトまでいいって言うねんけど、うん、ダメでした。やっぱり精密機器はダメですね、うん、あれね、ベンってしもって、あ、うん、いやね、一つ延長コードパーになりましたけど、うん、見てみ、やっぱりそうだね、やっぱりヨドバシカメラで聞いたんですよ、はい、田渕さんそれ危ないよって言って、うん、220ボルトですかね、そうです、中国は、うん、あの倍ですからね、うん、そう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 、うん、ちょっと負荷かかりすぎて火吹きますね、うん、でもね、うん、本当にね、これ見てね、本当に僕日本人に悔しかったことがあるのは、うん、なんとトランスラピッドっていうかね、うんうん、中国ではリニアがある、うん、実用化されてます、430キロ、うん、そうそう、あのドイツのね、うん、トランスラピッドね、そうそう、ただ上海って実はこのプードン国際空港から都心までなんと45キロもある、そう、偉い、それは全部上海市になっての問題やけども、まあまあ、実は京都駅から大阪駅ぐらいに距離あるんですよ、うん、でもそれも言って30キロぐらいまでそれでラピッドに行くんだけど、はいはい、残り15キロはトロ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 バタバタ、うん、市街地近いところがね、でね、あれ悪口でいかんけど、中国の地下鉄で困るのは、うん、駅が全部同じでんやろと、うん、ああそうですね、どこで降りていいか分からない、どこで降りようかね、ただ優れてるのは、うん、あと何分何秒で電車が来るかっていうのが表示されるね、はいはいはい、それはいいんですけど、これは大体世界共通ですけどね、あと日本ないやんか、いやだから日本は自国で、あと何分っていうのは大体外国はみんな遅れるから、しかもこのね、全部にホームドアがあるのはいいんですよ、うん、で向こう見てたら車内ビラ巻き自由、うん、携帯電話自由、うん、そうですね、そう、それは中国そうですね、そうです、うん、ビラ巻きっていうすごいですよ ね、いい、まあ、でもね、ソウルなんかだって物売ってた、そう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 、でね、一個困るのはね、うん、なんと地下鉄乗るのに金属探知機を通らなきゃいけない、あ、そうなんですね、うん、それは過去にテロがあったんで、そう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 、北京とかではね、そう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 、そしてその自動改札もね、こうパカッと開くんじゃなくて、公園からこうバーが3つほどあるやつをくね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 っと行かなきゃいけない、ちょっとこうカニさん歩きして、ね、はいはいはい、行かなあかんわけさ、で私が、ね、大きいカバン持ってて、どうしてもタクシー乗らざるを得なくなったらね、うんうん、ちょっと悪いタクシーに引っかかってしまって、ほんまならですね、25元ぐらいで行けるとこ350元取られるわけですよ、で何言っても OKOK、OK OK、しか言わへんやつでね、ああいう時はもうちゃんと写真撮っとくんですよ、なんかなんか運転手の登録のやつとか、うん、だからね、もうビビりますよ、写真の登録のとこもなかったりね、まあいろいろありましたが、で今日この後出てくるのは右側を見てほしいです、右側のプードン国際空港のところの、うん、見ると国際の後ね、うん、港奥タイって書いてあるでしょ、うん、で中国は、うん、実は香港と、うん、マカオと、うん、香港を同列に考えているという、ね、台湾、そうそうそう、これが今日のこの後の大事な話になっていくと、ね、うん、一つの中国、一つの中国、一国二制度っていう話になるわけですよ、そうそうそう、だから台湾も香港マカオと同様に見なすっていうことで、うん、一応宗派送ってるわけなんだから、そう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 、だから香港マカオのように自由にやっていきますよ、これまで通りっていうので、ね、まあ騙されませんけどね、ただね、不思議なことにね、ツイッターの世界で蓮舫ちゃんが中華人民共和国寄りだと言ってるけど、それはね、中国ではそう見られてなくて、あれは台湾と見られてるみたいです、やっぱり、いや北京大学留学してる、ああそう留学するんだよ、そう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 、うん、で2駅、まあでも民主党だから親中派と思われてるんでしょ、単純に、まあね、うん、で2駅出自と関係、さて、今回から台湾派だと言ってるのはどこ、まあ桜井そうそう、あの系統実際決して台湾派じゃないですよ、うん、でね、で次行きますよ、うん、ね、でね、実はもう今回からもうマジックナンバーでカウント56なんですけど、バラク・フセイン・オバマ退任まであと56日ということでまあとりあえず TPP 消滅ということで、とりあえずまあ皆さん拍手しましょう、でもなんか日米 FTA とか言ってましたよね、言葉言ってましたけど、トランプさん、ね、そもそもね、私思うのはね、やっぱりね、独ソ条項を盛り込んでね、騙し討ちをしたね、オバマの野望をついえるというね、そもそもね、この詐欺師オバマがね、結局その同盟国に刃を向けて騙し討ちでやったらこうなりますわいな、
でも今度別な独走情報を今度ペテンシーあのトランプがやろうとしてるんですけど、いやだからそこが怖いわけですよ。そうです、そっちの方が怖いですよ。いやそうなんですよ、だって再交渉するんですからね、うん、米韓 FTA のね、うん、米日米でも日米 FTA をすると最悪じゃないですか。でだからその時にだからゼロベースでやるっていうことでね、あれ安倍晋三がね、うん、TPP 交渉参加になった2つのファクターは、はい、2013年の3月15日の日銀総裁人事、うん、副総裁人事があって、黒ちゃん、黒ちゃん、あの時にまた夜によって白川がわざと辞任したりして、うん、2回選挙になるようにしたりやらしたんだけど、うん、あの時に副総裁人事の一人が民主党が反対だったんで、うんうん、はいはい、維新がキャスティングボートを握ってしまって、その時にTPP 交渉参加しなかったら否決するぞと、否決されたら日本にどっと提案できないんです、うん、でそれで、うん、その時に否決されたら竹中を押し込むぞって脅されます。それはちょっとそれは困るん で、 で竹中をもっと高いポストにつけられたら困るんで、実は竹中大したポストついてないんです今回は、うん、大臣でもなんでもないし、うん、甘利さんのところの下の下の組織に入れたんだけど、うん、あんなことになっちゃいましてね、うん、今またあの青山茂春って余計なやつ公認したからまた困ってるんだけど、うんね、えらい暴れてますね。あ、そう、そう、やりたい放題やりたい放題やって、さっきの人議員になりたくなったでなってやったんだとかでえらい勘違いしてただそろそろ党紀委員会かかるみたいですよ、内部情報。あ、やっぱりさすがにダメダメです、ね、さすがにもう、うん、もうクビにしろって話、ね、うん、ちょっとやりすぎですね。一応次はないって言われてるんだけど、あと6年間まだあいつ喋るんかいって話だけど、最近なんか青山さんは日露平和条約の妨害工作ばっかりしてます、ね、あー言ってますね、ね、そう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 、はい、さてそれでね、まあそうは言うもんのですね、まあ私はこのバラク・フセイン・オバマというのはまあ日本、まあアメリカの歴代の大統領の中で最低のクズだと思ってるんですが、うん、なぜクズかというとね、やっぱりね同盟国に刃を向けたという、うん、ここがポイントなの。やっぱりね世の東西問わずね、うん、味方に刃を向けたらダメですよ、うん、いやいやだから味方と思ってないでしょ、うん、でもね、うん、コーランによると、オバマが信じるコーランによると異教徒が騙していいって書いてある。あ、うん、そうなんですか。そうですよ、コーランにそう書いてありますよ。かなり飛んでますよね。何が今日？まあまあいや、以上以上飛んでますから大丈夫です。はい、でね、まずまあ一応事実確認しておくと、TPP の発効条件は、うん、調印から2年以内に12カ国中6カ国以上が批准し、うんうん、かつ2013年の GDP で 85% 以上、うん、これが入ったのは最初からアメリカ入らないとこれパーになるっていうことをアメリカが望んでたってことなんですか。これ入れさせたの日本だし、なんでこんなことしてた、アメリカ絶対入ると思ってたんですか。違うみたい、いろいろ聞いてみると、うん、今から言うシナリオも本当に考えてた、言っていいんかなこんな話。おちょっとこれはちょっといやいや実はこれ知ってたんで、はい、うん、でね、はいはい、もう一つ二つ目はまあトランプはちゃんとあの23日宣言したって言うんだけど、うん、どうもアメリカがいないと困ると言ってるのはどうも安倍さんのあれは儀礼上のポーズであって、うん、いなくてももういやじゃなくて、うん、もっと逆のことを本当は考えてるようです。どんなこと？今から言います、はい、で元々ねやっぱり真なくば立たず、うん、せいてはことを子孫じるという典型例なんですよ、まあね、これね本当にね、まあ、そう私西川さんのところに持ってってね、うん、EU みたいにしろとかで宣言が懸念された話で、うん、アメリカは確かに批准の仕方で確かにおっしゃるように、うん、法律の方の下に来るようにしてるんですよ、はい、そうです。で日本の場合憲法の上には来ません、うん、憲法の上には来ないけど、うん、法律の上に来てしまうから危ないっていうのをご指摘の通りなんで、国内法の上にでまたそういう批准の仕方をするの分かってるから、うん、アメリカの上を作れっていうことで TPP コミッティを作ってもらいました私提案して、うん、で今回 TPP コミッティっていう TPP 委員会は EU 委員会みたいなもんで、うん、アメリカよりも上、うん、しかも一国一票です、うん、なのでこれはアメリカより偉いんです、うんうん、っていうのと、あと ISD 条項の、うん、条約の解釈権を、うん、イクシードから奪い取りまして、うんうん、TPP コミッティが条約解釈権を持ちます、うんうん、ここも重要、うん、だから EU 委員会みたいなものをそうこの TPP そうそうしかも一国一票、はいはい、そうなるとアメリカが一国では暴れる何もできないように持ってきましたと、うん、どうせ変な基準するの分かってる、ね、であとは、うん、ISD に関しては、うん、変えたところはマスコミフルオープン未申請、うん、で訴え先は、実はイクシード以外でもいい、うん、WTO でもアンシトラルでもいい、あだからオランダのハーグでもいい、どこの国際機関なら第三国ならどこでもいいという意味になってます、うん、
でバイアメリカン法は実はこれ提訴できて、うん、アメリカ負ける可能性があって、うん、オクラホマ州とかアイダホ州とかは実は日本の JA が狙っている状態なんです、うんうん、これはね日本勝つ可能性があるんですね、うん、イクシード以外な、うん、でそれはねもうね JA の中でねチーム雇ってある、うんうん、でバイアメリカン法はなぜ、はい、あの ISD の対象になるかと申しますと、うん、実は内外無差別でないでしょう、うん、そこがポイントね。あ米韓 FTA の ISD は何でも訴えれるんですが、うん、TPP の ISD 条項に関してはまずね、うん、TPP もう一個ね仕組みがあって、うん、実は TPP コミッティと TPP のもう一つ上なんです。 TPP コミッティより偉いものがあるんです。それは WTO、うん、実は TPP の今の条約は野田基準の TPP は違いますよ、うんうんうん、あの妥結した TPP は実は、うん、WTO の規定に矛盾しないという条件になった、うん、あそうだったんですか、うん、で WTO がどのようその上に来るってことなんで、うん、いや実は石川決議の原文ほとんど私のコラム使ったもんだから SAP ジャパンのね、うん、その辺の仕組みは作っておいたんですよ、うん、で、まあ、そうは言うもんのね、うん、やっぱりどさくさ紛れにやったから独訴条項いっぱいあるのまだ残ってる可能性あるんで、うんうん、であとあれでしたね、遺伝子組み換えのあれはなんであそこの条項に入ってるかというと、うん、実はなぜ罰則がないかって聞いた人いるんですけど、うん、あれ各国法で罰していいんです。あだから日本もカルトヘネ法をちゃんと改正して罰則をちゃんと設けないとダメです、うんはい、それは OK、うん、なるほど、はい、各国で対応できるんですね。で実はアメリカも表示義務化されまして、うん、トランプは覆さないそうなので、うん、2018年の8月1日からアメリカでは一応全部表示、うんうんだからもう GMO はもう、うん、あの多分消費者から敬遠されて GMO は某国に売るに決まってる。 GMO の材どこ分かってます？中国。いいえ中国、中国で遺伝子組み換えったら死刑ですよ今。今そうだね。そうですよ中国でね遺伝子組み換え販売したらね死刑。でも買っちゃうんじゃないですか。思うでしょ、うん、中国なんでも死刑やから、うん、そうそうそうですよ。そうそう中国はね2014年にね華中農業大学って日本で言ったら、まあ、地方大学の全寮制の農業大学で、うん、学食で5年間米食わしたんですよ遺伝子組み換えのそしたら白血病が3倍になったってデータが得られたんですよ、うんうん、すごいこといかにも中国らしいでも中国人聞いたらやっぱりね、うん、大豆は怪しいって言ってましたね。あ、何中国内の日本と同じでその、うん、あの意図せざる混入ってやつで、うん、少量の油がね、うん、怖いって言ってて、うん、あはいはい、ほんでやっぱりトウモロコシね聞いたら分かるんですよ、うん、オーストラリアに激しく買って、うん、もっと売れ売れってなっててですよ、うん、なんとですね、うん、OG ビーフがですよ日本でね400円ぐらいのものがですね、うん、まあ向こうの価格見てびっくりした200元とかね1元16円3200円とかね、うん、とかそんな高値で500円。だからもうオーストラリア牛が、うんめちゃくちゃいい値段つくんですよ、うん、でもまあ食の安全をやっぱり、うん、中国人のスーパーみたいな。でもアメリカもさ変わればいいんだよ。で恐ろしいことに、まあ、変わっていくと思いますね。売れないオーストラリア大使館の人聞きますとね、うん、去年1年間でオーストラリア全体でね79万トン、うん、そのトウモロコシ生産量がね、うん、で国内消費が大体20万ぐらい、うん、輸出量40万なんですよ、はいはい、ほんで中国が要求してるのは2020年までに100万トン出せって言ってるんですよ、うん、まあそこら欲しいわけね。だから日本買い負けますよ本当にこれ。まあお金で負けちゃいますね。向こうはだって富裕層がなんせそういうもの望んでますからね、うん、特にオーストラリアの西オーストラリア州は中国べっかりですからね、うんうんうん、パースパースのところ ね、 ほんで日本は南オーストラリア州と、うん、ちょっと真ん中ねアデレードのとこと北部準州はなんでかしら日本向いてる、うん、あーダーウィンもうなんかねもうねオーストラリア勝手なんですよあそこ、うん、だってあそこも一応連邦制だから、うん、州ごとでオーストラリア牛に関しては最近アメリカ の、うん、あの牛とね、うん、混ぜ混ぜにしているスーパーが都内は結構それ暴露してもらいました。どこですか、うん、あのアメリカ牛売れないからですよ。だってアメリカとライフとかあ今度見たおそれ大事なこと 牛とね、うん、アメリカ製と日本製と、うん、オーストラリア製が3つ一緒くたになってるのも最近買わなくなったからで一応ご存じの通り、うん、今年1月から、うん、あれ今度の1月から、うん、加工食品も全部私とか石川さん頑張ったおかげで、うん、全部三次表示義務化されるんですね、うん、いいことですね。頑張ってみるもんでしょ。いやさすがです、ね、だからアメリカ単独だから売れないからそういう言い方してる。そうそう、本当なんですか。近くの平和堂の人もいたけどもうねいつも残るのアメリカ牛ばっかり、うん、そうそう、それはそうですよね、うん、マイナーですけど一山本で買ってうん本当どうですか、うん、アメリカ産業危ないっていうふうに言われちゃって、うんうん
売れへんのですよ、うん、あそれとね、うん、あの実はにあの実は僕とかも頑張ったおかげで、うん、実はあの法律が今度1月からえ8月やった来年8月やったっけ、うん、あのホルモンの非表示を推進するとか、うん、残留規制も、うん、日本の方が先にやったから甘かったんだけど、うん、国際基準に合わせるそうです、うん、おー素晴らしい素晴らしい、やってみるもんでしょ。この番組でもね、この番組でもね、おかげでね、なんか提言したことが次々と、ね、そうそうそうなんですよ。で、ね、で私と石川さんがね、今日も聞いてますか、ね、やってます、私と石川さんが一緒に出てる山梨県のね、うん、あの勉強会宮川のり子先生2回も言ってくれたじゃないですか。ありがとうございます。私らがあの山梨県の食品安全を考える会っていうのね。で次戻ります、はいはいはい、でまずねやっぱりね、うん、この TPP の中に、うん、やっぱりそのそもそも政体はことを子孫じるってもうこれ典型なんですよね。でねただおっしゃるように、はい、日本としてはもっと怖い EHI 実は菅政権の時にもこんな話があって、はいはいはい、米韓 FTA 並みの日米 FTA、うん、でこういうのが来るともっと大変で実はゆうちょ官房即時解体、はい、外資規制撤廃、うん、GMO 表示撤廃などというね、うん、野田基準のような TPP が来てたというのもあるわけですね、うんうん、で僕は日本がやるべき態度としてはまあ今回はこれ批准しとかんとしょうがないと僕は思います、うん、一応 TPP として批准をしておくと、うん、でその後日本がもう TPP を乗っ取ってしまえと、うんうん、でそしたらでさらに日本語を公用語にするっていうのはできるそうです。すごいね、うん、でその上でね、うん、条件として出るのは3番がポイントらしいですね、うん、発展途上国も有利になるように発展途上国ルールを認めてやる、うん、だからそうしないと発展途上国が加わってくれないでしょ、うん、これがポイントで、まあまあ、一応日本もそれで OECD 加盟かどうかで今焦点になってるのはね、うん、薬の特許期間で、うんうんはいはい、実は日本の基準で8年にしたけど、うんはい、5+3うん、5+3 でね、うん、3はオプショナルにさせてくれっていうのもあったり、うん、あとねマレーシアとかあの辺でね、うん、ちょっと言いにくいこと言うとイスラム圏は、うんうん、分かってると思うけど、うん、ほぼ OK レズ禁止だからね、うん、あなぜかはもう分かってると思うんですけど、うん、でねそうなってくると、うん、あのどうしてもエイズの問題があるので、はいはいはい、これはやっぱりなんとかしてくれと、うんうん、あなるほど、ね、なるほどね、はいはい、で次はい4番、はい、でどうも TPP11 っていう言葉が出だしてるんですが日本が主導権を握るためには先にロシアに入れなきゃいけなくてどうもこの話は出そうです、うん、あの今回の、うん、あのなんか山口の音声でそうそう少なくとも私の言うことは青山さんの言うことより正確だ青山さん当たって、うん、あれジェラルドカーツが11とか騒いでますよね。言ってるけど、うん、僕はでも13だと思ってんだけど、ねうんうん、あプラス2ね。いや、はい、これね、うん、13って言った瞬間にね、うん、またね桜井支持派がまた私に噛みついてきてね、うんうんうん、13って具体的にどこって中国でも入れる順番をロシアを先入れたら、うんうん、あの中国に主導権握られるするんでね、うんうん、なべか後から入れて発言力を抑えるっていうことだね。面白いのはね、うん韓国はね、うん、このまま行くと米韓 FTA が乗り換えられないんですよ、うん、あーそうですね。韓国は本当に乗り換えたいんですよ、うん、だから明らかに TPP のマジだったんだ。 TPP ができたら TPP に入れて後から入れてもらって米韓 FTA を発展的解消して今まで不利な状況全部撤廃しようという目論みだったのが全部パーなったね、うん、そうなんですよ。だからあれですね、合コンでいかに格上の会社の人を連れていくかみたいな。なるほどなるほど、うまいうまいうまい例えですね、うん、で実はね国際交渉でこんなよくありまして、うん、実は日英同盟もこれで消えてるんですよ、はいうん、発展的解消ですよね。日英同盟はあれに、うん、実はアメリカとフランスが加盟するという形で日英同盟が消えたんですよ、はいはいはい、別に破棄したわけじゃない、そうそうそうです、ね、実用破棄かもしれないけど、まあ、一言日英同盟は終了って、うんうん、で発展的解消という形をうまく使うんですね。 うまく使う、はいはい、でやっぱりで北方領土ですけど青山さんには申し訳ないけど私は面積等分でも十分と思いますんでこれ以上欲張ってはいけないと思います、うん、4と変換はもう絶対無理ですね。無理ですね。シコタンエトロフでしたっけ、うん、その2頭にもなんかミサイル配備したみたいな、うん、だから国後にも配備、うん、私言ってるの面積等分は言っていい、うん、もう実は面積等分だろうなんだろうとロシア軍の駐留継続が前提での返還ですよ、うんうん、もちろんね。そうでロシアとも地位協定結ぶんですよ、うんうん、だからアメリカと同じようなことやれば、うん、そうそう、だってロシアはやっぱりあのエトロフ島は必要なんですよ、あそこやっぱり、うん、で
で、あと裁判権問題とかいろんなところで日本のアメリカより有利な条件を引き出せば、それをてこに沖縄の問題をなんとかしようって小野寺さんが喋っちゃったけど、申し訳ないけども、ロシア軍駐留ありでの返還しかないですから。そういうことですね。だってロシアはあそこ手放したくないわけなんで、オホーツク海に米軍が入ることなんてありえない、ありえないですね。で絶対それをやらせないために。ただマスコミの報道だとね、最近は、今まで歯舞橋鋼炭の2等は確実だというのが、それもなんかそのほら、ロシアと日本の間を受け持つね、キーマンが逮捕されたでしょ、はいはい、それもダメになったとっていう人もいるし、いるけど、うまくいくような話もあるね。2等返還より後退することはないと思いますね。そうですかね。ただロシアは2等で終わりにして、そう言ってね、はい、TPP11 にな、ロシア入れたので言うたら変わるって言ってね、でもロシアはもう今回トランプ大統領の誕生でいろんなこと打開するチャンスが生まれて、そうです、経済制裁も日本が一番及び腰だったわけだから、そうそうそう、それと私は早くクリミアのロシア併合を承認しろっていうのが私の立場でも EU は絶対ダメだけど、ドイツフランスがダメなわけだよあれは。そうかね、まあまああれもまたルペンさんになるとか、いやそれがね、世界の歴史をね動かすような事件があったの知ってますって言って、田淵さんに言ってくださいよ。田淵さんはどういった3番、実はですね、はい、ちょっと大きい動き、あこれ3はいいか、4先行きましょう。 4、あれ出てます、はい、これ知ってました、はい、実は、野蛮国家トルコがこんなことを法律通した、未成年者への性的暴行、被害者と結婚したら無罪これはイスラム法的には OK なの？イスラム法はこうです、ね、だからイスラム法では有罪にするには男性ムスリム4人以上の承認が必要、これがあるんですよ。これは EU は到底受け入れできないですね。これもう無理ですね。無理です。だからEU とトルコの会談もなんかこの間、おじゃんですね。なんかで一応ね、日本のマスコミはなぜか知らんけどこの国に甘いけど、まあ見てみましょう。新日国嘘、これ言っときますけど嘘ですからね。あのね、エルトゥール号事件ばっかりまだしつこくやってて、なぜかそれやってるやつの背景に東トルキスタンなんとかと、なぜか桜井さんの台湾がついてるんですね。いつものパターンでね。で、トルコは新日国というのはこれはもうね幻想でございまして、この間も女子大生が偉い目に遭ってますね。で、実は第一次大戦も第二次世界大戦も交戦国でございます。そうですよね。はいはい、そうです。そしてなんと日本が敗戦間近の1945年の3月になって日本に宣戦布告をして、サンフランシスコ講和条約で日本から賠償金を取っておりまして、日本はなんとモントルー条約の権益を失ったわけです。これはボスポラス海峡、ダーダネス海峡、真ん中3分の1はフリーパスという大きな権限を日本は奪われたわけです。あれ国家に入っていけるだけね、あれはすごい権限ですね。ものすごい権限を日本はこれで失ったということでございましてですね。これテレビでもやってましたよね、一応。これね、やってやりましたね。で、じゃあね、トルコという国がどれだけ野蛮な国かという話で、まだクルド人を迫害してます。これは現状で起きてることですね。はい、キプロスを侵略して、3分の1取ってしまいました。北キプロスね。からギリシャ人を大量に虐殺をしております。あ、はいはい。はい。それから、教会をモスクに変造ってあるんですが、アルメニア大虐殺、これはですね、人口の約 60% を虐殺したというですね。で、実はヒットラーはですね、アルメニア大虐殺をモデルにホロコーストをやったんですよ。知ってますか？で、これは実はドイツでもこれ可決されたんです。はいはいはい、でちなみにフランスでね、アルメニア大虐殺はなかったっていうだけで懲役になる。あ、そうですね。法律で禁止されてるんですね。そういうことで、実はね、ね、いいですか、なんとですね、バラク・フセイン・オバマがですね、大統領になった直後なんですけど、アメリカの下院外交委員会をこれ可決されてるんですね。フランス、そして忘れていけないのはバティカンがですね、認定してるんですね。そうですね、もうこれヨーロッパはもう完全に認めてるんですね。なんたる野蛮国家かと私は思うわけでして、日本人はあんまり馴染みのない話ですけどね、アルメニアの話、でアルメニアはアメリカにも移民の方多いですからね。で、ちなみに私らをですね、山梨でやってる宮川紀子先生、日本アルメニア協会の議員連盟会長だって知ってました。あ、そうなんですか。えらいマニアックなところ。マニアックなところ。宮川先生はなんで。なんか分かりませんけど。なんでアルメニア。ね、で、ここにあそこにドイツ語でダンケーって書いてあるんですけど、そこのね、手前の黒い服の方いますね、ユダヤ教のラビではありません、アルメニア正教会の方です。あそこはちょっと違うんですね。そうですね。そう、私こういうの見たとき日本人もうちょっと勉強しなあかんのちゃうかなとこう思うんですよ。なるほど。
でも山口さん知ってます、エルサレム行かれたら分かりますけど、うん、アルメニア教会って、はい、壺は2倍扱いなの知ってます？うん、壺ってどういうこと？いやだから聖墳墓教会の、うんうん、ほら定理の1から10まで11が、うんうん、キリストが十字架に打ち付けられた場所、これはカトリック教会管理、うんうん、12が十字架の建てられた場所、ギリシャ正教管理、うんうん、13が塗油台って言って油を塗ったところでしょ、うんうん、壺が8つあって、はいはい、4つはギリシャ正教、はいはい、これはコンスタンティノープル、うん、アレクサンドリア、うん、それから、アンティオキア、うん、エルサレム、うん、であとカトリックでローマ葬式教区ですね、うんうん、そしてなんかコプト、うん、コプトですね、はい、あと2つがアルメニア、あ、そうなんですか、そうアルメニア2倍の権利持ってるんですよ、はあ、うん、これはやっぱりあそこにずっと、いや一番最初にキリスト教を国教にしたのはアルメニア人でしょ、うん、西暦301年、うん、はいはい、はい、古いですよね、そうそう、ローマ帝国より早かったの で、 ですから、ね、アルメニア教会の特権で2倍なんですね、うん、あ、で14番のところはそのキリストの墓ですよね、ほら見てください、だからこういうことって大事ですよこれ、なるほど、はい、まあ、ちょっと TPP のね、はい、ちょっと、まあ、一部の TPP のね、話題、TPP のトランプさんのね、うん、話題でちょっと締めたいと思うんですけども、はいはい、どうでしょうかね、あの田中さんなんかは、TPP がね、そうそう、今、暗礁に乗りかけるところで、ちょっと最後に一言。TPP、TPP、あの正直言って、うん、あの TPP っていうよりも、うん、TPP でも、もう FTA でも、うん、僕にとっては一緒の感覚なんです。あ、なるほど。あの、うん、考え方がね、うん、なんでみんながそんなその二つで盛り上がったりとか、そう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 、もっとはっきり言わせてもらうと、なんで、あ、ごめんなさいね、うん、聞いてなかった、はい、あのなんでね、あのそんなにみんなウェブ上でもそうだし、うんうんうん、普段あのトランプさんとそれでヒラリーさんの大統領選で、うん、そんなにどっちかを応援して、うん、同じ例えばあの、まあ、リベラルな人たちの中で、うん、なんでトランプさんを喜ばなきゃダメみたいな話とか、うん、逆にあのトランプさん応援すると何っていう話とか言ってるのか僕理解できない、正直言って、うん、それは何でかっていうと関係ないと思ってるの僕、うん、あの要はさ、あの僕らが反対してるのは、うん、今の状況であのもう自由貿易でも、うん、逆にまあ新世界の話でも、うん、それもう保護貿易でもいいから、うん、自分たちでちゃんと国民の意見がこう言われて、うん、それが国が従って、うんうん、いい形になったんだったら何でもいいはずなんです、うん、あ、そうそうそう、まあ、その通りですね、でただ国民不在でいろんなことを上だけで決めちゃうっていうのは、だからそう考えてると、うん、あのなんでね、うん、無駄な力って言っちゃいけないけども、うんはいはいはい、ウェブ上でね、うん、あのトランプさんいい悪いとかそれでけなしだったりとか、うんうん、それ自体が意味なくて、その通りですね、逆に今後の流れで僕はもう1月20日逆にね、うん、ちょっと楽しみにして正直言って、うん、なんでってそこから先で本当に彼らがスタンス、まず表面的な外に出すスタンスは分かるわけじゃないですか、うんうんうん、それに対して国がどう動くかを監視するのが僕らの役目であって、別にあの彼らがどっちがいいとか、うんうん、もう先ほどの話に戻ると TPP、FTA どっちがいいとか、正直言ってその時点で僕はどうでもいいと思ってて、逆にそれをどう交渉できるかを僕らがあの政府にちゃんと従わせられるかどうかのために動くことの方が興味がある、うん、あ、いいですね、うん、そうですね、うん、というのがだから、うん、本当正直言ってね、あまりトランプさんの時も、うんうん、僕サンダースだったらバーニーさんだったらちょっと話違って、うん、ああそれね、正直、うん、分かる、だけども、うん、もうバーニーさんが結局引っ込んだ時点で、うんうん、アメリカの大統領もどっちでもいいから、逆に大統領が決まったらそれに従う安倍政権をどうやってストップさせるかをむしろ考えたいと思って、そうですね、まあ、素朴な疑問なんですけど、安倍さんを辞めさせて、うん、いや誰を、次でしょ、まさか蓮舫、いやだよそんなの、いや、まあ、それはないでしょう、いやだから誰が、いやだから第2部で言ってるように、ね、逆にね、うんうん、誰を
安倍さんの代わりに首相にしたいですか。あのね、うん、それで僕思うんだけども、うん、首相が誰になっても、うん、逆に言ったらバランスの問題だと思う、うん、今一番問題なのは、うん、もうバランスが完全に3分の2取り切って、うん、その中でのバランスが問題なんであって、うん、このねじれ解消っていう話を、うん、もう少しねじらささる方向に持っていけば、うん、最低限両方の話が通じ始めるから、だから正直言ってそれは首相は大事だよ、うん、でも今パッと見てさ、じゃあさ、まさか蓮舫ね、でもいやそれはもう同じこと二度言わない、思い浮かばないです本当は。だから、うん、次の後半でも出てきたんだけど、うんうん、みんなが望んでることのね、野党から考えたら、うん、その今の民進党は、うん、某宗教団体に支配されてますやんか、うん、立正厚生会にね、うん、だから非立正系の野党を作ったらいいじゃないですか、うんうん、ちゃいます、まあ、そうですね、うん、でまあ、TPP にしてもね、田中さんの話にしても、うん、そのアメリカがどうなるから日本の私たちの生活がどうなるとじゃなくて、うん、やっぱり私たちが主体的にね、そういった環境になろうが、うん、私たちが置いていくということは大事だってことですよね、うん、それでどうやって、じゃあそれ今、うん、何気なくふわふわっと票を入れてる人たちに知らせるのに何をしたらいいの僕ら、うん、むしろ僕は今そっちの動きの方が興味ある、うんうんね、そうですよね、主体的に私たちが動いていくということが本当に今大事だと思うんですよね、あの今これいいことですよね、これ本当にそうそう、これは素晴らしいことです、これすごくいいこと、そう 100% どうですか、ベルギーみたいに棄権したら罰金をどうですか、うん、ありありありね、あ、オーストラリアも義務です、そう義務ですね、あの罰金、そうですね、でもその前にね、うん、一番問題なのは今中学校と高校の、うん、学校で教えてない、そうそう、あの教えちゃダメなんですよ、政治的な話、その話自体がおか日本で今の状況はまずい、うん、あれだったらだって何にも知らないでさ、うん、うちの子がちょうど今18歳になったんで教え、うん、始めてたから、はいはい、なるほど、一番最初4月になんて言ったかというと、うん、その近くなったら写真見て一番いい顔のやつに、うん、いやでも結局18歳19歳の人たちはどこにいたかと自民党に一枚入れてるんですよ、うん、そうというのはやっぱり一番テレビで目にするのと、うん、与党だから安心だと思っちゃってるけど自分たちの生活を一番苦しめる政党かもしれないわけだから、それともっと問題なのが、うん、テレビ見て例えば、うん、ダイジェストに見ると、うんうん、ただ単に野党の人が、うん、首相とか大臣とかを懲らしめてるだけであって、うん、まあそういうふうに見えますよね、あの子たちにはそうしか見えない、そうそうですね、それで、うん、中身の議論やってるように見えない、そうそう、なんでそのきちんとした提案しない、例えば、うん、先ほどちょっと話したんだけどね、うん、ポデモスの話させてもらうと、うんですね、なんで彼らが第三党にまでいきなりたった2年で行ったの、うん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 、あれって、うん、ただ反対してたからじゃないよ、うんうんうん、あれがすごいのは、うん、政策をきちんと前に前面に出して、うん、経済政策をともかく前に全面的に出した、うんうんうん、だから最後のね、うん、選挙前の4党の 話の時あったじゃないですか、うんうん、あの時のもうイグレシアスの強さっていうのは、うんうん、その前までもずっと経済政策をちゃんと前面に置いた上での反対をしてたの、うんうんうん、だからよく自民党なんかが反論で言うのはなんか反対だけじゃなくて対案出してから言えっていうことを突っ込まれた時に反論が実際できてないと国民の目には映ってますからね、だからそうしたらさ、うん、もう子供たちとかふわふわしてる方たちなんかさ、うんうんうん、みんなそりゃいじめられてるからかわいそうになるし、まあうん、そうです、ね、怖いって思うし、あと高校生についてはだいぶ前から、うん、なんて言ったっけ、私も前ヤフーのグループの時ちょっと参加してたんですけど、うん、模擬選挙の、うん、ご存知ですか、です模擬選挙の動きやってる方たちがいますよね、はい、それで あれどこだったかな、ねなんとか小田急線の沿線のねなんとか学園の高校なんですけど、成城学園、成城学園かな、うん、いやもっと先で玉川学園、玉川学園の、うん、あの辺のね高校の先生がやった時に、うん、ちゃんと前もってこう、うん、模擬投票の時にきちんとビラをね、うん、学生に高校生に見せる、うん、そうするとねなんか私がそのヤフーの
グループの投稿で見た時に、うん、あの社会党がね、うん、2番目だったのね。それでやっぱりねビラ見て読んで結果が出るんですよ、うんうん、だからそういうところで、うん、その当たり前に政治的なことを考えて一生懸命考えて投票するっていう、うん、普通の行動が取れないようにぐちゃぐちゃにね、うん、メディアがね頭の中がかき回してるようなことをせっせとやってるでしょ、うん、だからそういう弊害をまず除くか、うん、親はあの、ま、見ちゃいけないとは言わないにしても、うん、ただ垂れ流しでテレビを絶対見せないとかね、うん、なんかそういう行動が絶対必要だと思う、うん、あと本当は文科省の方が副教材11月に作って12月配ってますよね。特に高校、うん、あれ実際に配られてなかったりとか、うん、学校によっては配っても返しちゃったりとか、うん、生徒たちにも渡ってないんですよ、ね、あるある、うん、しかも実際にじゃあ7月までどういうじゃあ辞儀をするんだ参議院選の前にね、うん、するんだっていう連絡したりしても、うん、まともな回答返ってこない、うん、で教育委員会に連絡しても、うん、やっぱり同じようなもので各学校に任せますっていうのもあるし、父兄からの突き上げとかみんな怖いから、うん、あんまり触りたくないっていうのは実際あると思いますよ ね、 それはね、うん、それで不思議と進学校ほど言い訳がはっきりしてるんですよ、うん、それで大学受験の時間が減ったらまずいでしょ、うんそうそう、まあまあ、そう言うんやったら進学校のほとんどの世界史の教科書が、うん、山川の教科書だろ何とかしてもいやね、健康を偏ってる根本的な問題として政治的なことはね、うん、私ね小沢さんがね、うん、前に政治は生活であるって言った時にね、うん、なんかすごくクエスチョンマークだったんですよ、うん、最初その言葉、はい、だけど政治そのものをね、うん、語ることは自分たちの生活のね、うん、ちゃんとした安全をね、うん、あね セーフティーネットをね、うん、語ることに、ねうん、なるわけだから、うん、そこ、うん、いやそれをなんで青木愛に言わない、うんいやでもそれはね青木田中さんが実際にね青木愛ちゃんね、うん、じゃあごめんなさいそろそろ、はいはいはい、皆さんごめんなさい、はいはい、じゃあ今回ありがとうございましたぜひありがとうございました田中さんはじめましてお疲れ様でしたありがとうございました一応これで第1話ね一旦終了しますどうもありがとうございましたよろしくお願いしますはいあ本で第1部終了でありがとうございましたお願いしますじゃあ第2部、はい、はい、それでは第2部始めます、はい、お願いしますじゃあまず田淵さんの方の、はい、じゃあその田淵さんのところから、はい、実はその、はい、ね先週の中でなんかえらく非難をされていたと思うんですけど、はい、まあなんか、まあ、これはまあまずそれで前回変わったところですけど、はい、この TPP のね、うん、暴走の背景に、はい、この台湾民政府という団体があって桜井よし子さんが深く関与してますけど桜井さんなんかあれですね、うん、この間の天皇陛下の御上位の件について摂政がいいとっていうなんかずれたこと言ってましたけどねだから天皇陛下が摂政はいかんって言ってるじゃない、うんうん、そう不敬の輩ですよね不敬の輩ですよそうそうまあそういうふうに言ってほしいというバックがあるんじゃないですかいやだってそれ提言したら彼女だけでしょいや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 だって他の学院の先生とかマスコミではね結構摂政論の人多いですよ私はあれでいいと思うんですけどねその摂政じゃなくてね、うん、天皇陛下のご公務を減らせばいいだから減らしたくないって言ってるんだいやだからそれもそうダメなんですだからちゃんと陛下の声に耳を傾けましょうという話なんでやっぱり一番心配なのは息子に譲って、うん、同じようなね、うん、ところまで自分たちが夫婦でやってきたことを継承してくれるかどうかってすごい心配なんじゃないですか、うん、あまあまあ自分たち、うん、ご自分たちが作り上げたこの祈りの平成皇室みたいのをそっくりそのまま受け継いでやってほしいそうそうそれはあると思いますねただご一家も大変な状況ですからねなかなかね、うん、保守の人がね動揺してるみたいですよ、うん、今まで私ずっとこの2年3年ね、うん、衛星保守偽装愛国者桜井よし子って言ってきたのはね、うん、田淵さんほんまやったわという意見もあるようで、うん、でちょっとこのね左下見てほしいよね中国ではね、はい、漢字の当て字っていうのがね、うん、結構これ面白くてあ、はいはい、まずオバマ、はい、なんと、うん、奥の
わっぱの馬やと。だからやっぱり嫌われてるんですよ。いやそれは飛びすぎ、うん、いやこの字の当て方見たら分かるんですよ、ね、ヒラリー・クリントンでしょ、うん、稀に拉致する里で見せてこれクリントンでしょやっぱり想定ねトランプ見てるんですよこれ特に朗らかな普通人いやこれやっぱりねある程度評価されてんじゃないかね中国で聞くとね、うん、そのトランプが嫌で、うん、クリントンが良かったって逆やいう意見が多い中国人とか、うん、やっぱりかもうねサンデーモーニングは逆を報道するとしか思えないんですよ、ね、いや中国ではトランプさんの方が良かったんじゃないですか、うんうんうん、と思いますね、うん、だってね中国人なんて結構ねこれ特に朗らかな普通人なんてこの人当てないですよ、うん、なんかいい文字を当ててますね、うんでしょ？まれに拉致する里でしょ？まあ、ラーはこの字しか当てないってもありますけど、うん、ラサもこの字だしね、うんまあ、ローソンだって知ってます？うん、あの羅針盤のラに森でローソン、うん、ああそう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 あれはローソンそうそうそう、ね、全部の家がファミリーマートはいはいはい前期そうそうそうね楽天がロッテっていうの面白いだからこう中国の当て字っていうのは笑ってしまうんですけど、うん、で右側のことについてなんか問い合わせがあって、はいはいはいまあ、ちょっと待ってまず前永久の、うん、その親中路線が困るとそうです、ね、日本の危機感があって、うん、いろんな動きがあったと、はいはいはい、でもこの台湾民政府の林志祥さんね、はい、あの高砂市でしたっけ、うん、高尾市高尾市、はいはい、市長選挙に出て見事に供託金募集をやったいやだからカルトだからカルト扱いなんですかそう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 でねだから幸福実現とってまあその中国が尖閣を占領すると、うん、実は台北が三方から囲まれると、うん、でね中国でもこういう風に考えてて教えてるそうです、うん、ああだから別に尖閣は日本侵略の意図ではなくて、うん、台湾を併合するためやと、うん、一国二制度 で、うん、でそれを反抗してるやつがいると、うん、だから台湾は香港マカオと同じやとそうそうそう今の制度でちゃんと50年間は保証しますので、うん、その後知りまへんそうそうそうなるほどいやいや50年の途中でいろいろいじってきますなるほど、ね、香港がやっぱり偉いことになってるんで、まあ、だからね知ってます香港ってね、うん、PHS 持ち込んだらね懲役2年なんですよあダメですか PHS 禁錮2年かあ PHS 持ち込み禁止なんですほうほうほうこれなんか理由があるんですかなんか電波が足りないからなんかしませんあ、うん、中国本土は構わないですけど、うん、ただ中国ね、保安検査場でベルトまで取れ言われますからね、うん、あまあ靴脱げとかありますけどね、ブーツ脱げとかねそうそうそう場合によってはね、うん、いやテロ対策がかなりピリピリしてますからそ、はい、それで、うん、まあその台湾民政府桜井よし子さんが松田学っていう衆議院議員を使って、うん、TPP 広告論って本を書いて竹中やって、はい、これはいいですね、うん、そのあと蓮舫なんですけど、はい、さんこれはね立正厚生会に指導したんではなくて、うん、立正厚生会の中で蓮舫さん看板だから、うん、頼んだら結構聞いてくれたという意味ですか、うんまあ、蓮舫が指導したんじゃなくて、うん、そういう力ないですからね力は逆ですからねだけど蓮舫が、うん庭のおばちゃんに頼んだらある程度動いてくれると思いますよ、うん、どうなんでしょうねだって、うん、それで民進党が勝てる選挙とかも落としてますからねだけ、うん、あれですやん立正厚生会から支援を受けてる民進党の方とか、うん、自民党の立正系の方みんな TPP 無条件承認やないですかまあね神奈川県とかは神奈川県とかね、はい、でまあその後ポニーキャニオンですけど、はいまあ、実はポニーキャニオンとキングレコード、うん、はいあこれでポニーキャニオン何でしたっけ、うん、なんとかポニーキャニオンともう一つ日本放送ちゃもう一つなんとかが、うん、あれなんですよ、うん、構成グランドオーケストラ系なんですおお、うん、そういう関係があるので芸能界にはかなり影響力があったというのは本当みたい、うん、水産系の、うん、それはそうでしょうね、うん、でも逆に言うと制服工場委員会だと元ポニーキャニオンののれん分けしたところがレコード出してるじゃないですか確かにだから僕は増山さんね、うん、お嬢さん制服工場委員会さんは構成グランドオーケストラと一緒にまあこう旅行に行ったりしたらウケるんちゃいますなるほどどうですかしかも結構ポピュラーとか、うん、結構どっちかというとそういうジャズとか、うん、系統も結構上手みたいですよ、うん、構成オーケストラそっちの路線で、うん、
特にあそこのサクソフォンの人結構こあのピンでも人気ありますよね。ああそんな上手です、ね、で楽団のフルートの人と結婚しててこないだ別れたとかなんとかとかでもあの構成オーケストラは確かにうまいですよ。うん、ね、それのお手本を演奏してますんで、ってことでこれでいいですかね、はい、じゃあ石川さん行きましょう。はい、はいはい、では石川1位ですかね、お題かな、はい、まずお題に戻って、はい、はい、うん、じゃあまずはあの水泳の授業の飛び込み、ああまたね、そうなんですね、石川1位をお願いします。また実現しました、そうなんです、最近ちょっと最近の成果の欄が足りないというか、ね、すごいですね、でも早いですね、なんか最近、ね、素晴らしい、はい、なんかこの番組もう見てんでしょ。ですね。すぐすぐメモメモ。いや見てると思います。ね、柿沢さんも見てるんじゃないかって。ああ。はい、どうぞ。はい、プールの飛び込み事故があったので、もう飛び込まやめろということをですね、うん、提言させていただいたら、はい、早速ですけれども。早いね。はい。都の教育委員会が方針を決めまして、はい、なんと2017年度、来年度からですね、あら早速、はい、都立学校の水泳授業での飛び込み指導原則禁止という方針がもう決まったと、はいはいはい、素晴らしい、そうなんです、そしてなんと文科大臣もですね、うん、答弁で、うん、高校の学習指導要領改定については現在検討が進められていると、うん、まあだから中止の方向、禁止の方向で検討するということですね、はいはい、水泳指導における飛び込みの取り扱いについては実施状況を教育委員会から聴取し、うん、水泳指導の有識者の意見を交えた上で検討すると言ってるんですが、うん、これ有識者はもう水深3メートルになると飛び込み指導なんて危ないよと言っているので、そうそうです、ね、うん、競泳どうするの、まあ、だから授業ではやらなくて部活でやる分にはないんですけどね、別に大工の授業でそんなに競泳しなくてもいいです、ね、スイミングスクール儲かりそうやな。ということで、文科大臣もですね、うん、高校授業で飛び込み禁止検討の姿勢を示したということで、はい、まあ、まさに本当に迅速な対応を評価できるということですので、一緒にお話しした熱中症の話とかじゃがいもの話もですね、うん、ぜひぜひ検討していただきたい、はいはい、もうこれもさっとやっていただければね、はい、もうですから本当に学校現場での児童生徒の安全確保って最優先課題なので、うん、まあ、何はともあれね、うん、やってほしいなと思うんですよね。武道外しましょう。危ない、あれは危ない、危ない、そうで、柔道危ないからやめましょう。そうそう、だってあれ指導者があんまりいないっていうのもあって、そうなんですよね、そうですね、全員やらなきゃいけないことではないわけです。そうです、そうです、ね、あと武道の必須外しましょう、うん、はい、組体操みたいのもそうだしね、はい、そうそうそう、ね、はい、犠牲者がね、はい、出てから、そうそうそう、ありましたね、八尾市の大正中学でね、銃弾積んだとか、ああ、うん、アホですよね、怖いですね、そう、うん、あんなもう無理ですよ、で次、はい、それから今週のネタといえば、はい、ちょうど雪がね降りましたので、あ、はい、ちょっと雪の話をさせていただこうかと、うん、石川4に移ってください、はい、雪、雪、はい、なんと雪降りましたね、あ、積もりましたね、そうですね、びっくりです、初雪です、雪ですね、ね、はい、50何年ぶり、50年ぶりで覚えがない、54年ぶりって生まれる前です、生まれる前はい、ということでですね、ちょっとちょうど雪の関連のネタがありましたので、はい、拾ってきましたが、はい、雪で立ち往生した時の車に罰金を課してですね、チェーン装着を促進しようということを国交省が検討していると、まあ、ゲリラ豪雪なんかもね、近年多くてですね、立ち往生してしまうと除雪とかですね、その他の妨げに、作業の妨げに、最初から新車売るときにチェーンもセットで売らなければいけないという条例だったね。あとだからチェーン装着指導とかをね、うん、がっちりやらないといけないし、あとチェーンの装着場とかも作っとかないとまずいでしょうね。雪国にあるよ、うん、チェーンの装着の仕方を政府広報でやるか、あ、でもあれ知らない人多いと思いますよ、うん、それで皆さんスタッドレスで済ましちゃうっていうケースが多いから、うんうんうん、スタッドレスもさらに場合によってはチェーンつけた方がいいんですよ、もちろんもちろんです、スタッドレスも万能じゃないですからね、はい、そしてだからどういうことを検討しているのかというとですね、はい、国交省は積雪時に幹線道路で立ち往生の原因を作った車に対し罰金を課す方向で検討を開始したということなんですね、でタイヤチェーンの装着を促して立ち往生による渋滞を防ぐ目的なんだということなんですね、はい、ではそれだけだと不十分なので、うん、降雪予測を早めに住民に周知させまして、うん、で大雪の時には車移動を控えるように呼びかけていく方針なんだということなんですね、うん、
まあ、ですからこれはまあ当然やるのであればもっと徹底しなきゃいけないので、うん、やっぱりチェーン規制の看板を設置するとか、うん、あと退避所の設置なんかも合わせて、ね、やっていく必要があるんじゃないのかなと。結局路側帯がなんかポールが立ってて全然退避に使えないとかっていう、ね、道路も結構ありますので ね、 ありますね、うん、走るバカな人たちがいるので、うんまあね、首都高はそうですね、どこどころにポールが立ってますね、うんうんうん、でそもそもこれだけ降雪量が増えているんですが、うん、実はちょっと、この関連で調べていて気になったのがですね、うん、事業仕分けで除雪費用を削減したということがありまして、これは、うん、それ逆ですよね、それが調べたところですね、うん、削った分が戻ったということがちょっと確認できていないんですよ。立正さんのプリンセスがやったの、まあ、2位じゃダメなんですか、一緒のやつですね。あ、林田さん、はい、よかったよかった、あ、ここにいらっしゃった、大得しなくすんだ、あ大丈夫ですか、大丈夫、はい、じゃあちょっと一個ずつずれます、じゃどうして来ていただけることになったんですか、はい、この時間なので大丈夫に終わったぐらいね、はい、あ僕入ってください、はい、私、はいはいはい、なんか、はいはい、お話しするわけではない、じゃあ僕が選べます、はい、できます、はい、いいですか、ここ、はい、はい、大丈夫、はい、林田さんがどうちゃう、じゃあ画面切り替えて、はい、はい、林田さん来ました、はい、どうも東京都さん騙し裁判原告の林田陸と申します、遅れてすみません、どうもよろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、で戻していただいてですね、はい、まだ、はいはい、だから2位じゃダメなんですかの時の仕分けでですね、はい、2010年のあれ8月とかでしたっけ、うん、そうそうそう、仕分けで除雪費を仕分けたということがありまして、あらそんなことしたの、はい、これはですね地域によって異なるんですが、北海道だと2割削減、うん、で東北だと1割削減とかいうことになっていまして、うん、でなんと翌年 の、 1月あたりもかなり雪が降りまして、うん、除雪費が足りなくてですね、秋田なんかだと専決処分で費用を捻出したとかいう出来事がありまして、うん、で当時の新聞記事持ってきました、うん、例えば東北地方除雪費ピンチ、仕分けの予算減も響く、うん、除雪費削減で悪路にストレス、運送事業者から悲鳴、北海道なんか2割削減されちゃったので、うん、それまでだったら、うん、積雪5センチで除雪してたのが、うん、10センチまで積もらないと除雪をしないとかいうことになったりとか、うん、あとは幹線道路しか除雪しないとかできなくなっちゃったりとかしてですね、非常に皆さん困っていたということがありまして、で無理してですね高齢の方が除雪を自分家の前やろうと思って転んじゃって怪我したり亡くなっちゃったりなんてことも結構増えていたようで、でそしてですね、事業者からも渋滞とか事故などで予算削減以上のコストが出ているっていう指摘がなされているんですね。今北海道のことで、はい、先週山内さんがおっしゃったことが実現したの知ってますか、うん、どの話です、そうなんですよ、山内さんね、いいですか、はいはい、台風被害の JR 北海道、はいはい、復旧費を国が実質的に全額補助、そうそれ8億6300万支出決定です、あ、よかったですね、でなんかいやで、あと JR 東日本にもなんか受け負えるような打診もあるとかいう話なんで、昨日、うん、実はちょっと系統から連絡がありまして、はいはいはい、山内さんのやつもう言っときましたよ、ありがとうございます、でないと北海道助からないですよ、もう無理ですよ、無理無理ですよ、ね、そう最近山内さんのもね非常に注目を集めていてですね、この番組本当によう見てますよ、皆さん ありがとうございます、本当に、はい、まあ、改めまして、いやいや本当に金八党を作ればいいんですかね、そうかもしれませんね、そうどんどん政策提言をどんどん出していくと、できることをやっていくと、生活保障、そう生活保障、小池さんも見たらいいのになと思うよね、うんうん、ぜひぜひね、はい、でだからその後ちょっと私も調べた限りはその削減された分が戻ったということが出ていなかったので、うんうん、まあ、事業仕分けで削減された除雪費を適正額に戻して、まあ、これだけ降雪量増えているので、うん、もう迅速な除雪作業を行わないとこれ、うん、人命に関わりますよね、うん、だってやっぱりこんだけ気候状況は変わってきてるんで、そうなんですよね、そう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 、でやっぱり女性、まあ、もそうだし、この間のなんか軽井沢に行く水道のところの、ね、立ち往生、あれも相当な損失出てますからね、3日間車がもう止まりっぱなしで、
国土交通省がつい先日、うん、あのチェーンをしないと罰金が出ると。そうそうそう、これ話この話、そう今やってる。あ、じゃあ、まあだからそれは逆に対処療法的なことだっていう批判の流れですね。うん、そう、もちろん、はい、そう対処療法なんで、もっと根本的に。なるほど。いやだから、うん、あのすごいあの事業仕分けで削ったところが全部災害に見舞われてる、うん、そうそうそう、で仕分けした以上にあの災害が出ちゃう。そうそうそう、うん、ね、もう本当に大失敗ですね。やっぱり、うん、2位じゃダメなんです。どころか、ね、そう削っちゃいけないことを削っちゃダメなんです。そうなんですね。そもそも除雪費用って国費でそんなに負担してたんですか。いや国費だけじゃないんですけど、でも国費がやっぱ大きいですよ。大きかったね。そうそうそう、だって北海道はもう道、あ、国と道と、うん、それからあの市町村で全然道路別々にあるから、うん、こんな無駄なこともないんで、うん、まあ、ですから本当に災害時の妨げになる立ち往生者の発生回避というのは当然やらなきゃいけないので、うん、まあ、あらゆる手段を検討しなければいけないということと、うん、はい、まあ、そもそものこの除雪費の仕分けた分戻しましょうということはもうちょっと声を大にしてですね、うん、申し上げたいですね。で逆に暖冬だとドカ雪が降りやすいとかもありますよね。ああ そ, うか、それも問題ですね、うん、もう鈴木宗男さんこれ言わなきゃダメですよあの僕はお嬢さんよく知ってんだけどあの、ね、お嬢さんこれね提案したら票増えるよ。タコさんお願いします本当にそうそう、一番若い国会に除雪費を、ね、やらないかんよって、ね、提案したら受けると思いますよ私これ、うん、まず北海道で必要です ね, そうです ね, ね北海道に東北にね、うん、まあ、豪雪地帯はね、そうそうそう、新潟とかね、うんうんうん、やっぱりね豪雪地帯って財政的にも厳しい自治体多いですからね。そうですね、そうですね、うん、もともといっぱいいっぱいでやってる予算がやっぱり雪が増えたらもっと必要になってますから、うん、そうなんですよね。で雪は降雪量が増えているし、うん、少子高齢化と過疎で、うん、あの雪かき の, あのマンパワーはどんどんなくなっていくという状況ですかね。そうそうそう、うん、あのある程度、うん、少子高齢化それから過疎が進む中で、うん、原価集落も増えてる中で、うん、今後 の, その雪害対策も含めて、うんうん、あの居住対策もですね、そういうのをやっぱり抜本的にね、うん、あの考えていく必要はあると思うんですよ、うん、そうですね、まあ、あのある程度自己責任であの原価集落のところに住んでる方もいらっしゃるんで、うん、だからそこまであの除雪する必要性がどの程度あるかっていう話もあるんで、ある人フランスとかでね、うん、あのコンパクトシティのあれあるけど、はいはい、下水管はこんだけしか引かないっていうの、ね、 うん、あれやっぱりね、よく考えてみると、ね、うん、ヨーロッパって城郭都市なんです、発想、はいはいはい、そうですね、城郭の中だけっていうのはきちっとやってる、うん、そうそう、だからその発想で、うん、あのこの周回道路っていうのがあって、はいはいはい、それがやっぱり昔の城壁の概念なんですよね、うん、そうですね、あとで、うん、だからそのそこよりも下水設備作りませんとかね、うん、そういう形でコンパクトシティにならざるを得ないようにしてるんですけど、うん、日本はそれがないからね、うん、そうだからどんどん乱開発が進んで、まあそうなんですけどね、うん、ただあの費用をとにかく持てっていうのは、うん、あのまあ、正論だと思うんだけど、うん、実際にかかりすぎてしまうところ、うん、費用がかかりすぎるのね、乱開発の一つの要因で、うん、あのよく逆に思ってる人いるけど、うん、関東より関西の方が明らかに通勤距離長いんですよ、うん、その一つの原因は、はい、大阪と兵庫の鬼みたいな礼金式勤務です、ね、うん、あ、だからみんな郊外に行っちゃうんです、ね、10ヶ月取るからねちょっと異常なことが起こるわけ、うん、ただコンパクトシティ、今あの青森とかいくつかの一時期あの持て合わされたけど、やっぱり今失敗例になってますからね、うん、あの住民ニーズを考えずに、うん、青森なんかはもうあの駅前の市街地はもう全然あの人が寄りつかなくなって、うん、無理やり集めたけど、で郊外にあの新しい住宅地とあとショッピングモールができたんで、うん、皆さん車でお買い物できる人たちがそっちにどんどん行っちゃって、うん、行政のやってるのと真逆のことが起こる。ちょっと私言いたいことあるんですけどね、うん、このさっきのありましたけど、はい、この雪かきありますけど、うん、我が世田谷区で大変なことが起きてるんですよ今。雪かきじゃなくて、ね、あの林田さんの大嫌いな東急の絡みの、はいはい、二子玉川のですね、うん、予算執行する危機になっちゃってるんですよ、うん、実は。え、どういうことなんですか。いや、あれは水辺の町ワーキングを作ると言ってたんですけど、はい、どうせか知りませんけど、それ担当の自民党の区議さんがやらはりませんねや、うん、サボタージュです。サボタージュ、そうなんですよ。なんでまた今回一応質問するの管理どうなんだ。一応ね、やる気ないですか。
やる気ないみたい で一応ね京浜土木事務所に確認したけど全然ダメで、うん、でもですよ聞くところで他の区議が質問しようとしたらやめてくれって言ったとか言われて、うん、俺質問するからって言ってたけどやらないと、ね、うんうん、何一応自分の縄張りの質問だけどやらないと、で他の与党系の区議さんに聞いたら、いやあれはあの人の領域やから口出しできへんとか言ってるんですけど、うん、このまま行くとですね、うん、兵庫島の向かい側の無堤防地区にせっかくあの調査予算がついたのに、うん、水辺の町ワーキングをやらないので、このまま行くと予算が失効ということになりまして、じゃあ一人事業仕分け状態じゃないですか。それだけじゃないの、そこよりももっと危ない、うん、新双子橋から上の小山ドライビングスクールまでのところの壁一枚で支えてるのって、昔は壁がつないでたんだけど、川を付け替えたわけで、うん、突然壁がプチーンと切れてるところがありまして、それは林田さんね、玉堤通りがいきなり川に面してるところがあるんですが、ここの人たちはそんな水と共に生きるじゃないと思うんですが、ちょっと聞いてみた財務省関係、もしそこの予算が失効したらどうなるかというと、うん、会計監査院に送られて、うん、この予算のつけたのは不適正支出だということになって、予算はもう二度とつかないと、だ同じ予算がつかないってことなんですね、うん、ということはその上流側の壁一枚のところ金輪際つかないと、うわ、じゃあ無堤防より低い堤防、うん、なムーがいらんやったら、うん、一人事業仕分けをしちゃったんです、うん、じゃあもしこれで、じゃあ次予算がつくとしたら決壊して大騒動になった後初めて予算つけようって話になる、そう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 、うわあそれはちょっと、じゃあ暴区議男連邦と呼ばれてしまうじゃないですか、男連邦かもしれませんね。しかもあそこ逆流防止のための水門もっていう話もあったんですけど、うんうん、予算をせっかくつけたのに、うん、このご時世ね、はいはいはい、あの使わなかったということは不要というふうに地元が判断したというふうに会計監査院様は自動的に判定されますので、その予算はカットすることが義務化されるわけです。なんともったいない。だからそのどうするんですかね、あと、4ヶ月余りで、予算は執行することになるわけです。本当今年はね、水辺の町ワーキングをやって調査までやる予定だったんですよ、はいはいはい、で来年度着工の予定だったんですけど、予算執行でございます。小坂さんはどういうスタンスなんですか。小坂さんの知らないやん。知らない。だからそれだと、だって間もなくね、また梅雨が来てゲリラ豪雨と台風のシーズンが来るわけで、いやだからまた来年またそういうことでちょっと誰の責任って話になる。いやだからその一人仕分け区議のせいでしょう。人柱にして埋めなきゃいけなかった。どうすんですかねこれ。一人仕分け。いやだから、いや乱開発を、乱開発なくして、うん、土地の保水力を高めることで、うん、ゲリラ豪雨に対処しましょうと。そういうことを考えますかね。まあ、若さんはそういう方向なんで、しかもそこはですね、ちゃんとこういう兵庫島からこう水が上がってきやすいような斜めの道までありますから、ね、こう溢れた時になると、しかもね、ライズは助かるようにできてます、うん、ライズはもう、あれだってスーパー堤防状態ですからね、スーパー堤防状態ですからね、地上げしてますからね、もうライズは助かる、ライズは停電もしないでしょうし、そうでしょうね、ライズですかね、いやだからこれはそういうのほったらかしにして、一体何を考えとんじゃという状態なんですけど、なんか言うことあります林田さん、それは。だからまあだから堤防そういう作る形の防災で、うん、災害対策ではなくて、やっぱり保水力を高めると、うん、そういう地道な方向で、いやでも今多分保水力レベルで、今ほんとあの外観は今止まってまして、古墳が出たわけで、どうも透明以南は、どうもその壁なりその無堤防地域の下のところへ来るらしいよ、一応確率的には。ほうそうするとね、やっぱり河川標識の、その中にあるこう建物というのは、本来あってはいけなかった建物ではないのかな、ということがあって、あれかなと。いつもの話ですか、いつも出てくる場所の話、別の話、はいはい、でもう一つ困ってるのは、鉛が出たの例の話が、全く六角公園のこと保坂さんがね、何もしないんですよ。あ、ほたらしなんですか。なんかね、人ごとのように、できないかもしれませんっていう話ですが、一応なんかね、来月の頭から募集始まるんですよ。そうですね。80人分の保育園の待機児童が発生確実にしそうな部分についてのケアがね、だって4月1日はもう絶対間に合わないわけでしょ、来年の。しかもその鉛の出たところね、なんとそれがですね、昔ガソリンスタンドだったんですか、一応国の方では、まあ
登記を義務付けですよと、やっぱ登記できないのは相続の時忘れるのも多いですね。実はね、不動産売買取引したらね、不動産屋が大体それやりにくい、ところが宅建の免許を持ってる人間に登記の権利を与えると、なんと司法書士協会が反対反対するんですよ。まあまあ既得権の枠ですからね。なるほど。それだけの司法書士ね、140万上限のある判決出てからね、やること減ったりと怒ってますからね。もしよしもそろそろ仕事が減ってきて、そう、過払い金も終わってきたし、そう、だから司法書士さんも最近行政書士と両方取らなきゃならない、うん、次は私ちょっと司法書士に取ろうと思って、お行政書士終わりましたというわけで行政書士は受かりました、分かりました、これからで、でもだって試験合格ですよもん、なるほど、ああそうか、半年あるんです、はい、じゃあまた次の生活保障ネタということでですね、これ何ページ、あの石川2をお願いします、はいはいはい、これもまた大きな、うん、また働き方生き方に関わるですね、そうそう、大きな動きがありまして、はいはいはい、厚労省の方針で育休を最長2年に延長する、おー素晴らしい素晴らしい、はい、これいいですね、はい、まあ、育児介護休業法で定める最長1年半の、うん、1年半の育休を、うん、現在最長1年半なんですが、最長2年に延長する方針、まあ、これ特例措置として行うということなんですね、うん、はいはい、で年内に労使の意見をまとめて、まあ、来年の通常国会に改正案提出予定なという方針なんですけれども、うん、これはいいですね、はい、まあ、あの本当に都内なんかだとね、うん、あの1歳半で保育園入れなかったりすることが多いので、いや大変ですよ、本当にそうなんですね、だからそうなってきた場合に2年まで延長すると、はい、うん、でね、これね、すごい大事なことがあって、はい、あのこれ育休ってさ、普通こう産休と離陸になってることが結構多いんですけど、2年まで延長っていうことはね、基本的に0歳児は、うん、年子じゃない限りは、うん、保育に預けなくて済むってことなんですよ、うん、ということは、うん、法律上の乳児に対する保育をね、うん、提供しなくて済む可能性、そうですね、だから得ですよね、国としてもその辺が基準面積考えたら分かるよ、はい、基準面積とか人の割合で考えたら0歳児1人に対して1、うん、2歳児6人分ぐらいの場所にいるんです、うん、そう、これが一番大変なんですね、0歳児は、だから本当に入りにくいのは0歳1歳、ね、そういうことです、ね、で今これ0歳児が不要で、うんうん、今保育園って大体0から2か3から5だけど、うん、1から2歳児という保育園を作って、うん、調理場の筆致を外せばいい、うん、だから1、2歳児も給食 OK ってするだけで、うん、実はこれ解決、うん、あ、まあ、ですから仕事と育児の両立支援が目的ということなんですけど、はい、これはまあ今お話があったように、うん、待機児童対策としても有効である、はいはいはい、ただし、まあ、女性が2年じゃ育休取るってなってくると、うん、あの職場で不利な扱いを受けないようなやっぱ制度設計が必要ですし、うんうん、それは心配するです、ね、そうなんですよね、4人産んだら8年、うん、まあまあ連続してそうなっちゃうね、実際に私の職場で4人産んだケースありますから、うんうん、4年間、うん、やっぱりあの育休取って、ね、石川さんこれね、うん、気がついたんですけど、うん、30分経ってもね、うん、冷めない給食が実用化してることに気がついたんですよ、あ、そうなんですか、何だと思います、30分あんまり美味しくない、あら、なんだ、じゃ悪いけど、うん、でも冷めない、うん、で、うん、パッと100人分ぐらいさっと配れるもの、100人分、200人分をさっと座ること持ってくれる、何でしょう、何だろう、決して美味しくはない、うん、がそれなりの量のもので、うん、温度を冷めずに持ってくれる技術があること分かったんですよ、それは飛行機の機内食、あー、なるほど、でも美味しくないですよ、美味しくないし、いつもまずそうに客室に残って食べとるけども、うん、でもね、うん、飛行機の機内食の技術考えたら、うん、実はあれを給食屋さんが持ってきたら、うん、1、2歳児であっても寒く熱くないようなものを持ってこれることが分かりました、うんうん、いかがでございましょう、なるほど、飛行機の機内食の技術を使えば、うん、1、2歳児であっても給食の外注は可能でございます、なるほど、そうでございましょうか、なるほど、まあ、だとはやっぱり男性の育児支援ということも必要ですし、そもそも抜本的に労働時間短縮しないことにはですねもう両立できないわけですから、残業してたら無理ですよね、そうなんです、でも私思うんですけど、うん、私みたいにこうやってね、うん、二重生活やっててなんで行けるか言ったらね、うん、家内が母親のうちの家が嫁派の家の近くに住んでるから、うん、まあ親の、まあ、同居とか近くに住むっていうのは、俺なんか3世帯同居推進した補助金でよかったやんか、うん、まあそれも必要ですけど、ただあのやっぱり田舎から東京とか大都市圏出てきてるとこってやっぱどうしても核家族なんで、これはねポイントはね、うん、やっぱりね、はい、自分が実践してて思いますけど、うん、女
女の人が頼りやすいのは、うん、女性のね、うん、あの親の近くに夫が住んであげるいうのが重要なんですよ。一般的にそうですね、うんうん、あの女性の母親が一番あの頼りやすいし、そう、その方がどうしても女性同士のいろんなこともあったりするんで、だからまずこの問題ね、うん、男の人が嫁に行くんじゃなくて、うん、向こうへ入る選択をすることが、なるほど、田淵方式、田淵方式で、だから実際はただね、うん、その昔ながらのね、うん、一般的なね明治以降のあの考え方家長制度が、いや家長制、あのね、うん、息子の嫁に対して、うん、その幻想を抱くんですよ、うん、母親は、うん、いやそんなことせずに、でも女性が実家に住んでいて、うん、男性が通ってくると平安貴族方式でいいじゃないですか。ああいいですね、うん、それはなおさら、いや それ、ね、そうかも、今から考えてもねそれはね、あのうちの家みたいにですよ、嫁さんの両親がね、うん、うちの家に3回も来るしね、うんうん、嫁さんの妹夫婦がね、うん、同じマンションの別フロア住んでてねそれはね男としてしんどいかもしれんけど、考えてみたら、うん、この少子化対策の、うん、いやこすだってね、うん、男性の育児支援っていうでしょ、うん、じゃあ、うん、嫁さんの親の育児、そうやんか、高齢化で元気なじっちゃんばっちゃん多いやんか、うん、そうそうそう、だからこれ変えましょう、だから、だから何もね、うん、直系じゃなきゃいけないっていう考え方を、うん、押し付けちゃダメだ、いやだからそこまで言う、まず一番すぐできるのは、奥さんの両親が育児を手伝えばいい、うん、そういうようなことは義務化しちゃいけない、うん、義務もせんでいい、義務じゃなくて、あの推奨したらいい、そうそう、あの補助金出すとかね、だから夫の家の近くに住むっていう固定観念がいけないんだって、うんうん、私みたいに、うん、奥さんの家の近くに住むと、最初からそういうの私なんか全然持ってないから、うん、夫の家の近くも妻の家の近くも本来的に、うん、それは個人が大人になったら関係ないですよ、うん、いやだい、ただやっぱりあの近くにあの身内があの支援してくれるとそれはそれに越したことないです、ね、身内から外れて一人になる人たちがこれだけ多い世の中になって、うん、今更身内っていうのはね、いやだから少しでも身内の支援が受けられる人はで、そうじゃない人を始めて、だから3世代家族は自殺が多かったんですよ、過去において、やっぱ読み意味で、これは私原因はそこまでわからないですけど、うん、まあそれも統計的にどうなのかわからないですね、3.11 で随分ね東北の 3、あの、うん、3世代家族はね、うん、あの壊されてしまったっていうか、うん、だから実際に避難あの仮設住宅なんて、うん、まあバラバラになってる、核家族しか住めないようなね、ああ小さな小さな時代、あれがちょっとあの枠広げたら3世代でも、あ、いいこと聞きました、うん、すぐそれやりましょう、3世代でも住む、うんうん、3世代でも住む、3世代の家族の良さが一番生きていた地域、うん、安倍さんすごくいい意見ですよ、これすぐやりましょう、これだから3世代でも住める、うん、あ3世代のうちは3世代でも住めるような、うん、だから大型仮設住宅作ったらいいんでしょ、まあそうですね、だできますやん、うん、それやろう思ったら、だから仮設住宅ね、本当ね、大津さんね、盲点だと思うわ、うん、つまり3世代家族用仮設住宅っていうのを作ったらいい、うんうん、まあまあ、これからね、例えばそんなのまずね、うん、建築学会とかね、うん、そういうところが提案しない、これダメなの、あのヘーベルハウス型の2個1型のね、うん、なんかできますね、うん、これできますよ、やろうと、できますよ、簡単に、でこれ、ね、気がつかなかっただけ、うん、いや気がついた人は気がついた、いやいや大丈夫です、この番組で言えばもう来月ぐらいで、ちょっといっあんまりきちんと整理した話じゃないんですけど、うん、まあ一つアイデアですね、あの東北地方は、うん、あの 3.11 の前は、うん、3世代同居型 の、 あの、うん、それで穏やかに暮らしてた人たちが大変多かったはずなんです、うん、おじいちゃんおばあちゃんは孫の世話を自然にやってたんですよ、うんうん、それが家の構造が変わってしまったために、うん、バラバラに住まなきゃいけなくなったケースがかなり多いと思われますので、うんうん、いいこと聞きましたね、構造的にそうです、ね、あの考えてってください、来年のね、約束したけど、来年の1月15日までに政府がその方針出すって自信あるわ、僕、うん、ぜひそうしてください、すぐやりましょう、これね、うん、そうですね、すぐできそう、まあ、今後の災害に対する、だからあの3世代住宅で、私ね、2世帯住宅を建てても、うん、お父さんお母さんがその長男
まあ、だからボケの方だったらいいのかもしれないけど、うん、でも今度は母親と娘がね、うん、結構べったりしてて、うん、結構自立型にならない、まあ、自立しなきゃいけないっていう発想自体をどう考えるかっていう問題あるんですけど、まあまあサザエさん型になっていけばいいんじゃないですかね。できるところだと、ね、うん、これね、まあ、うちの家どうなったか言ったら、私がそれしたでしょ、うん、おかげで何が起きたと思います、うん、私の嫁さんの妹が嫁ぐって話になった時に、うん、やっぱりね、うん、できなかった。あら、やっぱりあなたを手放せないって話になって、その旦那も無理やり大阪に職場があんねんけど、うん、京都に連れてもらって、うん、あららららやっぱそうなるんだけど、これやっぱり石川さん言うみたいにさ、その男の人の家に嫁がなきゃいけないっていう固定観念がいけないんであって、うん、まあこればっかり制度でどうこうっていう話じゃないから、まあでもね、実態としては都市部では本当になんか娘が実家のそばに住むとか、うん、実家と2世帯っていう、ね、いや多いですよ、だってだから表札に振られてるから、うん、多いでしょ、世帯が多いけど、そうそう、実はそれでいいんじゃないかって気にしてきた、まあ、頼りになる母親だったらいいですけど、うん、それは石川さん的にも、まあそれはね、そうそう確かになかなかそれはするといい、あとは逆に介護負担を抱えてるとか、結局子育てに介護負担も加わって二重ダブルケアになる、そういうことです。その辺はまあダブルケア対策は対策で入れる、やっぱりそれはもうやっていかなきゃいけない、うん、だから自助努力できる人に対してはそれができる方向で、そうじゃない人に対してはだ、うん、でそうじゃなくて、その3世代同居を希望する人がいるのであれば、うん、その希望が通りやすい制度設計を考えましょう、そういうことですね。別に選択の皆さんと違って一般的じゃないかもしれませんけど、うん、私は介護は基本的に社会が見る、それから子供も基本的には社会が見るっていう、うん、でもあの見てもらいたいのが身内見てもらいたい人もいるんで、だからいろんな選択肢をやっぱり設ける必要があると思います。介護についてこの後ちょっとまとめてきますので、はい、まずその下のところに、はい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 、配偶者控除収入上限150万円軸に調整、うん、自民税調整、うん、ね、これは良かったですね、はい、これは素晴らしいですね。今日の卒業201万までね、うん、なだらかに下げていく、そう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 、これはね、あの上の表でちょっとちっちゃいんですが、産経、ね、はい、新聞の表を持ってこれ私提案したの、あ、そうなんいきなり書くんじゃなくて、そうそうそう、こう斜面にしろって、そうそう、でないとやっぱり不平等感で、あの境目で不平等感出ますからね、逆転が起こらへん、そうそう、これはいい、そういうのもね、ちょっと頭使い方によるんですよ、うん、これいいですよね。私非常勤の多い職場に今あの週一勤務があるので、うんうん、そこで起こってることは103万の調整のために11月スタッフが全然来ない、うん、結局そこで103万の調整するんですね、まあしょうがないしょうがない、これね、なだらかにするのすごい使えるんですよ、うんうん、2017年度税制改正、来年、ね、早いですね、控除を受けられる配偶者の収入上限を150万円に引き上げる案を軸に調整することを進めることを、うん、これ旦那の上限ね1220万円決まりましたんで、まあほとんど大丈夫ですよ、うん、まあでもね、配偶者控除の議論になると必ずなんかその働く女性と主婦の対立みたいな話に持っていかれるんですが、はい、そういうことそういう単純な話ではなくてですね、うん、ちょっと下の方あの11月1日の記事なんですが、ちょっといいのがあったので持ってきました、はいはい、公明党斉藤税調会長のコメント、うん、あの見出しと中身違ってるんですけれども、配偶者控除に関して家事や子育てボランティアなどをする専業主婦の社会的役割を認める証にもなっている、うん、つまり、うんうん、あの専業主婦の方がいないと、うん、もはや学校の PTA からの係活動からですね、あの地域活動ボランティアで成り立たないんですよ、その通りです、ね、本当にそういうあの無償労働で、あの成り立って地域も成り立ってるので、うん、そこは本当にあの敬意を持って認めていただきたいし、私自分が働いてるので専業主婦嫌いだと思われる方多いんですけど、私はそんなことはなくてですね、逆ですね、そう、結局のところその個人と、うん、まあ、あのご夫婦のライフスタイルの選択なので、好きなライフスタイルを選べるように、あの制度によってこっちは得する、うん、こっちは不利ってことにならないようにっていうことをすることが大事で、やっぱり選択の自由の担保っていうのは必要なので、うんうん、あの本当に専業主婦の方もですね、うん、あのすごく社会の役に立ってくださってるっていうのはありますから、うんうん、森ロボ聞いたか、うん、森ロボ聞いたか森ロボ声を大にしてもし、うん、森ロボまあ、ですからね、特定のライフスタイルが不利にならない制度設計をしてほしいっていうのも、そうですね、やっぱりあの、うん、それぞれの家庭に合うライフスタイルで、専業主婦がふさわしいお家はそれを選んでいいし、うんうん、働きに行きたい人は行けばいいし、そう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 、で途中でね入れ替わって子育て終わったから働いてもいいかなっていう、森ラブいやほんまに森ラブとんでもないんですよ、うん、だからね押し付けがとにかくダメですからね、そうそうそう、ね、
やっぱりこういう制度設計大事ですね。ね、はい、まあ、だからね、税調会長でこういうちゃんとした、ね、認識を持ってくださってるっていうのはありがたいですね。うん、いいことですね。さすがです。あの次の選挙はいらんこと言わないようにしてね。いや本当は選対、選対ですからね。違う違う違う、選対じゃん、選対です。鉄夫さんと、あ、こっち。そうそう、前回ちょっとね、うん、あの余計なことを自分におっしゃいまして、大苦戦になりましたね。おかげで比例ダブル戦、おかげでもう比例で4人損しましたから、ね、それは野田さんにあって、この人本人が、ちょっと選挙の時に余計なこと言わされましたね。そう、選挙の時に余計なこと言わない。比例で4人損したんで、はい。はい、で、次。はい、でそれと関連してまたあの次のページでお願いします、うん、はい、介護ですね、はい、私もあの急にですね、あの母親が骨折をしてしまってプチ介護状態ですね、うん、これから家に帰ったら2軒分の家事をしなきゃいけない、はいはい、ゴルフに行かれて、こけてしまったというですね、滑ってこけてしまった、元気のお母さんですけど、どこを骨折されたの、手首です、手首、あ、ゴルフのコースでこけられた、コースでこけちゃった、道が濡れてて 雨、まあ、雨上がりの日だった、はい、で介護といえばですね、ちょっと気になる記事を持ってまいりました、はい、地裁が泣いた介護殺人、これ、うん、京都の事件ですね、はいはい、10年後に判明した母を殺した長男の悲しい結末、うん、2006年にあのお母さんと心中未遂で自分だけ助かってしまったという、うん、でこれは結局あの介護のために仕事が続けられなくなって休職をしていて、うん、あの生活保護の相談に行ったら休職中なのでっていう理由で生活保護が受けられなかった、はいはい、ここもちょっと制度の不備ですね、で、京都地裁で執行猶予3年のいわゆる温情判決が出たんですが、はい、うん、その後ですね自殺をされてしまう、結局自殺になっちゃった、でへその緒とメモ所持金数百円を身につけて自殺をしてしまったということなんですね、ですから介護で介護殺人 の、 あの関連の記事が結構ありました、はい、でまた同じあのデイリー新潮ですけれども、このまま楽にしてあげたい、犯罪とは無縁だった普通の人たちが介護殺人を犯すまで、あの介護殺人の加害者になってしまうケース、共通点があの記録をめくっていくと見つかったということで、加害者の不眠が、あのうつ病をですねの引き金になっている、わかるそれ、私も今睡眠時間削られているので、やっぱりね、なんか急に悲しくなって、石川さんだって、ね、最近睡眠時間1日何時間とか、私最近もう2時間とか、ね、あら私の半分、うわ、それはあかん、ちょっと少ないですけど気をつけてください、はい、結局それであのうつ病を発症してしまって、介護殺人の引き金になっている可能性があるんじゃないかと、でこのことをですねいち早く指摘したのが毎日新聞なんですけれども、はい、2015年12月7日の記事ですが、介護殺人疲れ果て不眠加害者の半数、いわゆるですねあのよく裁判なんかでですね介護疲れが原因だってあの認定されることが多いんですが、この介護疲れっていうのは要は不眠という可能性が高いんじゃないかと、で例えば認知症によるとですね睡眠障害とか徘徊、夜間徘徊なんかが起こりますし、昼夜逆転しますから、まあ、その介護をしていたり、あるいは先のことを思い悩んで眠れないなんていうことで不眠が誘発されてしまって、介護者が非常に不眠状態に陥ってしまうと、で介護保険制度には結局のところ介護者を支援する視点が欠けていて、で夜間 の、 あの介護サービスがあるんですが、非常に数が少ない、そう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 、でまたか、あの高額であったりとかそうそうそうするので結局あの使えない、そうなんですよ、実際にあのかかってるところでは24時間巡回型やっていますし、軽装の首の骨を折ってる人でね夜1回寝返り解除が来ると、私たちっていうのお父さんの介護19年やってる、うわー大変ですね、本当にもう地獄や、だから結局のところ、介護者の負担を軽減するっていうことを考えていかないと、そうですね、で今長引いてますからね介護の負担も、そうですね10年これまたお金かかるしね、それでやっぱりそういう場合ね、やっぱりその家族っていう、一軒の家があって家族って、そこにまた人が来るってなってくるときに本当に人があのたくさん必要になってしまうんですよ、だからある程度あのいわゆる住宅型のいろいろ今出てますけども、やっぱりあの本当にあの何ですかね、適切なやり方でその介護力が少なくても、あるいは人じゃなくてもね、人が一番高いですからね、あのそういうさまざまな工夫がね、かなり徹底的に必要なんですよ、
私なんか一番考えるのは、あの例えばあの介護ロボットのワンちゃんでも何でも、愛護犬でも何でもいいですけど、その人の、まあ、身の回りの情報をね、あの訪問看護ステーションの方に、あのちゃんと送れるようなね、そういうシステムとか簡単なモニターがなんかでもだいぶ違いますからね。根本的なこと言いますよ、僕それやったらやっぱりコンパクトシティじゃないけど、これ介護保険制度できる時に理由があったんですけどね、一番ナースホールのこと考えるとね、介護保険の老人ホームは大学病院の敷地内に建てるのが一番効率的です、だからあの移動の距離、あのロスがないっていうのは大きいですね。ということはね、やっぱりね、国土の均衡ある発展っていうのは、この介護の時代には逆行してるんですよ。そうですね、だからやっぱり農地の大規模化と含めて、本当に申し訳ないけど、一部本当にね、大都市部にね人口集中させなきゃダメ、あのそこういう、そこまでね、あの高齢者、これもっと、まあ余ったところで再生、これ本当ね、変な話やってるわけですね。埼玉分の島根っていうのはどうなってるか考えてほしいんですよ、介護保険の負担率をね、この問題ね、埼玉分の島根がどれぐらいかってことですよ。もう3を超えてますからね、だから本当にね、介護者負担を軽減する介護保険制度っていうのを作らなきゃいけないんですけど、そうですね、私の親族がですね、高知県で民生委員をやっていて、ちょっとそのやっぱり非常に過疎地域なので、話を聞いてみたところ、結局なんかあのやっぱりあの厚労省の偉い人なんかとも話し合いをして、なんか地域で支える仕組みを作ってほしいって言われてアイディアを出すんだけど、多分却下されちゃうと、で結局のところあのコミュニティは非常に密な関係が築かれているので、例えばあの家事の代行とかお買い物の代行ぐらいだったら自分もしなきゃいけないから、ついでに300円とか200円でいいからもらってスーパー行って買ってきてあげますとか やっても全然構わないんだけれども、それを結局行政の側は制度化できない、法律の壁があってできない、すごくそれで非効率なんだって言ってましたね。お立ちに読めないんだ。でね、怖いのはね、この流れが何になると竹中はね、何考えてるかする、介護でまた外国人、またそんな話だよ。外国人同士はどんどん入ってきてますからね、今ね、だから介護はあれだから、だからそれが別の意味での介護に使われてることもあるんでね、だからあのこれやっぱりあの国内でやっぱり解決つけるような話だから、だからやっぱりね、あの本当ね、あのこれ北広島市とかいうのあるけど、本当怒られる覚悟で言うならね、やっぱりね、九州南部とか高知とか含めてね、もうある一定の年齢以上ね、もう固めてね、福岡県に引っ越してくれとかね、これダメですか、もう介護を受けたかったら大都市部に行ってくれと、まあ、 あのそうじゃなくても、やっぱ地方であると人口20万とか50万ぐらいの中核都市みたいなところにの中心部に、いや、やっぱ100万までいかんと持たんわ。まあ、そこがね、100万なのか、ごめんなさい、あの10万、20万のとこなのかはね、そういうのは結局精査しないとわからないんですよ。でもね、もうね、ほんとね、あの一極集中はいかん、一極はいかんかもしれんけど、やっぱりもう本当にね、あのこれやらないと介護保険持たへんのですよ。まあそうですね、逆に東京はあの老人を地方に追いやってるじゃないですか。あのまた小池さんそんな仕事してる、小池さんじゃなくて、ずっとこれまでやったのはあの生活保護者の老人とかをなんか地方の、その地方でどの辺の距離、いや群馬とかその辺、いやだからよく聞くのが、その、あの老人ホームの値段がやっぱり地方の方が若干東京より安いので、東京の人が例えば埼玉の老人ホームに入って、そうするとそこがいっぱいになっちゃうので、埼玉の人がじゃあわしらは群馬に行けって言うのかって怒ってますね。いや、そういうことですね。結局ね、今ね、住宅型有料老人ホームの経営関係のところでさ、ちょっと少し参加してるとこあるんですけどね、政府から生活保護所帯から、あの比較的安いあの、でやってますけど、あのね、お客様とかじゃなくてね、私思うに、それ成功してるところもちょっと聞いたことあるんだけど、みんなそれぞれあの長い人生の歴史の中で認知症があってもね、何か例えばある人はじゃがいもの皮むき上手かもしれないし、いろんなことが何かできるんですよ。だから小規模多機能みたいな感じでね、それでそこであの熟練したあの介護の経験の豊かなスタッフがね、少しいて若い人たちも育てながら、あの
そこに参加した参加そこに暮らしてる人たちが、うんうん、何か盾をおむつたたびみたいなものでもいいから、うんうん、何か役割、うん、それからその人の人生の中で何が残るんですよ、うんうん、ちょっとしたものは。おじさん知ってる？我が世田谷区でね、うん、その図書館の建てられないとこにね、うん、まあ、図書館カウンターって作ったんですよ、うんうんうん、そこで、うん、障害者とか老人ホームとかのね、うん、施設をね、うん、それの作品をね、うん、売ってるんですよ。ああ、いいじゃないですか、ね、うん、三軒茶屋とか、ね、うん、これだっていいことでしょ、うん、まあ悪いことじゃないですけど、うん、今の話はねちょっと高齢者にあれしますけど、うん、あの3世代とかそういったのが崩れていく中で、うん、結局あの役割をなくして、うん、テレビ見てて、ベッドとか介護保険でベッドとか車椅子とか貸し出しとかで、うん、みんな保証されるんですけど、うん、要するにテレビを見るかあと食堂に行って食事をするか、うん、後の時間は何したらいいか分かんない、うん、まあ、役割がないっていうことでね、役割がないような形でのその施設がいっぱいできてもね、うんうんうん、もう少しもう少しね、なんかよく考えて、何かその人のやれる役割をどこでも見つけて、もう完全なお客様扱いしすぎると全く手伝わないで、ただ座ってあのお茶が運んでくるの、お菓子が来るの、まあ、やることないと認知症が済んだりとかするし、グループホームなんかでね、結構私知ってるんですよ、柏ってやつ、柏でグループホームやってる人いるんですけど、うんうん、その人もね、うん、やっぱり作業をちょっとしてもらってるんですよ、うんうん、ちょっとしようと、それをね、うん、お掃除とかだったら残らないけど、うん、作品がいいって言ってますね、あ、なんかこう手芸品でもいいし、うん、まあ、老人の知恵なんか結構編み物とか上手としてるんですよ、うんうん、そういうのを形にして売る、うんうん、でまたこれをね保育園とか幼稚園とかにね、うん、バザーやったらものすごい喜ぶわけですよ。アクリルたわしがね重宝するんですよ。アクリルたわし、いや今みたいなね、うん、ことってね、うん、これいいことなんです、うん、さっき の、 その、うん、図書館カウンターでこれで売るとかね、うん、まあ、林田さんの嫌いなねライズにもあるんですよ、うん、その図書館カウンターとそこの中でその洋画の障害者の施設を作ったり、うん、老人ホームで作ったこの、あのこれアンダーバスケットを売るとかね、うん、確かに金額的にビビったるものと生きがいってあるじゃないですか、うん、そうそう、あのね、何か、やりがいがあることを、うん、それって考えたらあれかな、うん、昔キリスト教のね、うん、修道院って、うん、やっぱり修道院の施設でね、うん、やっぱり作ってて、うん、もう年老いてどんどん置いていく人もやっぱり作るんですよね、うんうん、物を手先使ってると見にくいしね、うんうん、だから常にやっぱりなんか役割が与えられてるでしょ。例えばあれですかね、そういうことをすると介護保険のポイントがちょっと付与されるとかね、うん、なんかあってもいいかもしれないね。今のところそういうポイントないですかね、うん、あ、いいですね、それポイントのインセンティブですね、うん、そうそう、だからインセンティブ設計を、制度設計をうまくやる。だからその小泉の息子がね、なんかあったでしょ、健康だったら保険金下がるっていうのを見てね、うん、ゴールドカード、ゴールドカードっていう、悪くないですよ、うん、あれはいいと思いますよ。で、うん、何かこう物を作ったらポイントがたまってね、アクリルたわし10個で10ポイントみたいな。ああ、いいですね、なんかやる気出ますね。元気で介護を必要としないでね、うん、例えば90歳でなんとか元気でやってて、うん、さらに少しぼれんで、そうするとね、うん、介護保険料が、うん、3分の1ぐらいまでね、うん、下がって、あ、それいいね。だ、介護保険料の支払いもね、うん、元気で老人だったら、うん、例えば 50% ぐらいまでね、うん、下がるとかどうですか、ね、うん、あ、いいですね、それね、ポイント支払いとか、ね、ポイント支払い、いや、これね、ほんまにね、一部そういうところ入れて柔軟にした方がいいですよね、うん、とにかく人間は何か、うん、意外、そこにいる会ですね、意外とか、うん、生きがいが必要なんです、うんうん、いいことおっしゃいますね、うん、あ、僕ね、それもね、うん、多分すぐ実現しそうな気がする、うん、なんかわかるんです、この番組長くやってると、うん、これを見てる人がすぐやろうって気になるような気がするな、うん、それだから、なんせそれやってくれた議員さんとかそういう人たちがご自分のポイントになりますからね、うんうん、いや、まあ、財政負担のないことだったらどんどんね、分からんよ、だってここでね、うん、あれが予算が執行すると言ってるでしょ、うん、だから分からんよ、意外ともう今頃さ、安倍さんとか聞いてさ、うんうん、世田谷区の某区議がなんか予算執行して水辺の町ワーキングをやらん言うてね、国が、それ分からんよ、意外とそれわーって広まってね、うん、意外とさ、選挙の国会議員は明日ぐらいさ、その区議さ、うん、自民党本部から雷落ちるかも、
なんか言っとるぞ言うて、あのうるさい田淵のなんか言っとるぞ、そうそうそう、やらんとまた毎事業仕分け言われとるぞ、言うとっけど、水辺の街ワーキングを執行させたら、うん、この番組で名前言うからな、うん、あ、実名報道、実名報道してるからな。で、さらし首ですか。で、正常の地元の自民党のおばちゃん首が、うん、何とかしてくれって言ったら、うん、私のところにも田淵さん来てるってみんなが、うん、でも、うん、その人が俺の領域や言って、うん、やらさへん言うて、なるほど、それでやらなかったらもう市中引き回しの貼り付け国もですね、某連立与党の市長、そういうね、で過去のね発想やめてください。でそれでもし市中引き回しの貼り付け国もで、もしそれで災害起きたら、うん、そいつのせいやってことをはっきりさせるって話もある、うん、だってそんぐらいひどいことですね。せっかく予算ついてやればいいだけのことをサポタージュしてるんですから。いいですか、私と石川さんどれだけ頑張ったか、二子玉川の ね無堤防問題なんとかせいで、うん、いやあれもう一回水浸しだったら本当に被害者出ますからね。しかもあそこね、丸子川があって逃げられへんとこなんですよ、うんうん、ね、せっかく予算つけたのに、ね、みんな陳情してわーわーやったのに、うん、これで水辺の街ワーキングをサボってるやつがいる、うん、これは不作為の罪ですか。いや、不作為の罪って大きいですよ。大きいですよ。だって、そう、だって知らないでは済まないもんね。そうです。だってこれで人的被害が出たらどうするんですか、男子はね。一応今度28日から一般質問で彼も出るみたいなんで、で一応、うん、保坂区長のことが大嫌いな、うん、あのうるさい区議さんたちのグループがあるんですけど、はいはいはい、ちょっと私のね、うん、会社の部下の、うんうん、ラグビー仲間でした、うん、分かっちゃうかもしれないけど、その人に教えてあげたんですけど、今度ね、その人に質問するって聞いた、誰やらさん。じゃあその質問内にそれがちゃんと入って、ね、実行、うん、一応区長の不作為っていう形で言うらしいけど、うん、なんで水辺の町ワーキングをやらないんだとか言ってね、で区長にもやらせると、あ、まあそれを言うと、はい、じゃあその関連のネタを、はい、石川豪をお願いします、はいはい、さあ関連ネタ時間大丈夫、はい、大丈夫、はい、ここ喋ったら、はいはい、じゃあ、あの先週もお話ししたネタなんですが、はい、さらに調べをつけてまいりました、はいはいはい、あの博多の陥没事故、はい、NATO 部広報で掘っていたという話なんですけれども、うん、はいはいはい、日本の大都市は河川が運んできた土砂が厚く堆積した平野に位置するので、まあ、NATO部はハイリスクなんだと、うん、でシールドとか開削工法が適当なんだけれども、はい、まあ、博多の場合はコストや過去の実績等を考慮して採用したと言っているわけですが、うん、こういう状況になっておりまして、この事故であの非常に世田谷区民が困っているのが外環道ですよね。はい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 。あのナトム工法とシールド工法を併用するということでして、うん、でなんと国交省の外環トンネル技術検討委員会が、うん、市街地に前例がない工法なので、うん、十分な検証を積むよう警告をしているんです。ああ、なるほど、マジ、はい、そうなんです。あれ石川さんさ、はい、外環道ってさ、なんたら外線の真下じゃないかって気がする。国土外線ですよ。だからそしてその下のネタなんですが、なんとですね、この外環道のシールドマシンなんかが組んであるあの大倉5丁目6丁目のあたりなんですけれども、土砂災害防止法に基づき東京都世田谷区が指定した土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所のため、これあの今年の10月にあの指定されているんですが、それあれですか、あの東名高速が用賀の入り口からビューンと入って無料区間をずっと行ってて、多摩川に出る瞬間にこう急勾配でヒュッとこう下がってるところですね。で非常に住民は不安に駆られているので、住民不安の払拭が急務ということなんですが、うん、なんとこの土砂災害警戒区域はですね、はい、建築物の構造規制がかかります、はい、建築物の移転勧告がかかりますという地域のわけなんですよ、うん、正常1丁目3丁目4丁目の一部もかかってるんですか。正常4丁目の一部とか、ね、一部、あ、やっぱりあの崖のとこですね、はい、はい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 、というわけなので、うん、これとんでもなくそりゃ不安だろうという話があるんですですから本当にまあ陥没の原因究明と対策はもちろんですね、うん、この外環道に関しても住民不安の払拭を急がなくてはならないということ で、うん、で事業者とかも決まっていないのに用地買収だけが先行して進んでいるというですね、なんかそんな安全性が担保できてないのになんでそんなに用地買収を急ぐんだとまた住民がお怒りです、うん、とにかく一刻も早く作りたいんでしょう外環道はね。オリンピックには間に合わないし、いや、もうオリンピックに間に合うのはあの中央高速の高井戸入り口は間に合わない、東名までは間に合わないですね、帰られる、すいません、
はい、ちょっと時間的に。もう遅くなる、ね、これ本当どうなんですか、石川さん。ね、また、ね、土砂災害危険地域のところにね、新工法をやるんですか。そうなんです。そうですね。しかもあれですよ、この検討委員会からですね、警告をされているのは、この指定される前の段階ですからね、土砂災害警戒区域の。これなんでやるの、こんなまた危ないこと。わかりません。やりたいからでしょう。どこの建設会社？どこでしょう。いやいや、建設会社じゃなくて、ジョイントベンチャー。まあ、落札するのはジョイントベンチャーです、なりますけど、そうじゃなくて、元の工法っていうのは、はい、もう発注者側で決まってる、はあ、いやその発注で、その、だから大振動なんで、むしろ国土交通省が、都市計画承認したんですよ。で、今度からナトムやめ、一部ナトムやめてシールド工法やるって言ったのも、都市計画の変更承認をやった。国土交通省なので、ね、はい、はいはい。これナトムってね、新オーストリア工法だ。そう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 。ニューオーストリア、オーストラリアのオーストリアです、ヨーロッパのね。そうそう、あっちのスイスと。トンネルメソッド。そうそうそう。で、略してなんね、なんだか、主に山岳部におけるトンネル工法。そうそうなんですよ、そうなんですよ。だからあんまりその都市のああいうので、でまあ、値段が安いからってことで採用されるそういうことですね。だって今スイスもオーストリアもなんかトンネルガンガン掘ってるじゃないですか、まあ、大好きでしょうね。そうそうそう、鉄道とか高速道路もガンガントンネルしてますから。なんでこんなことするの。分かります。それを言うと、そもそも外環道を作る意味があるのかっていう話、まあ作りたい人いるから、まあ、それはそう、一応山間道は全部作らなきゃいかんということになってるんでしょ。そう、中央環状できたか、次は外環道で。だからこのだから指定区域の指定があった後に、国交省何も言ってないですよね、その件に関しては。これどうなんですかね、この候補は大丈夫かとかさ、その区長にカンカン噛みつく会派の人いるけど、これ質問したらいいかもしれないね、これ。区長案件じゃない気もするんですけどね。もう国だからね、これは国会でやるような話になってんじゃないですか、外環道はね。これなんかどっちかっていうと、もう世田谷で言うとどっかのレーンなんとかさんあたりが質問して、無理かな、わからんかな、なるほど。これ本当大丈夫。いやだから本当国交省マターなのでね、この番組ご覧だと思いますね。うちの地元の成城の4丁目ですね、4丁目と、あと大倉5丁目6丁目、大倉5丁目6丁目、はあはあはあ、じゃあもろに古墳の出たあたりですか。そのあたりです。というか、まあ、古墳が出たのはその工事で見つかった、工事はすぐ見つかった。なるほど。こんなのいいの。いやいや、むしろ田口さんはじゃあ良くないっていう方に頑張ってください。これまずいよ。お互いでそういう運動出てるんで、ぜひとも田口さんのその与党パイプをちょっとこれというより一遍待ったかけたいね。じゃあ、いや、もしそれできたらもう、もうお互いの人たちはみんなもこれをやるよりも、中央高速の高井戸入り口を早く作れと。ね、ね、あそこの富士見ヶ丘小学校の中入れて、反対してる人をなんとかやめてくれたら済む話。だから中央道とこの東名の間は別に急ぐことはないと、今更。私は早く中央高速の高井戸入り口を作るか、あるいはね、僕言いたいのよ。あのね、下りに限って、永福からあの区間は無料にするとかね、なんかできません？二重取りがね。そうそう、あれはちょっと合点がいかないですね。やったら僕、俺あの二重取り問題なんとかするって言ったらさ、あの宇都宮由里子さんもいい人やいう話になるかもしれんよ。小池由里子さんね。でもそれも都知事また、都知事またじゃない。でも、ね、これも国ですね。そうね、その小池さんのことをすごく支援している某世田谷区議さんの男性の方に聞きましたけど、やっぱりね、M さん、M さん、M のさんね。あ、聞いてみたらね、やっぱりね、最近小池さんがあまりにも、こう火をつけすぎてね、収拾がつかんと。今、世田谷の区議が心配するようなことはあるんですか、そんな収集だと。豊洲とかじゃない、その彼は前行って、いや小池人気が落ちたら困るじゃない。第四証言の方に賛成しはって、赤いのがあって、このこと小池にかけてるわけよ、その人は。そうそう、かけてるって、もともと神道なんていう話は誰も一言も思ってないけど言ってない。えピーチさん、ピーピーチさん、ピーチさん、エムドさんとか一生懸命。いやだから、そもそもだって、それは7人の侍の処分を
処分させないためのとりあえず圧力カードなんで、そうそう、自民党が土地狂って7人の侍を処分除名するんでもしない限りは、うん、なかなかならない。いや新党はやらないでしょ、だって全然メリット何もないね。カジュアルミン入ってるでしょうがねえけどな、うん、グーだからそう、だから地下アイドルの人もいましたよね。地下、そうそうそう、地下アイドルいました。お笑い芸人もいいよ、ね、そうそう、ただ都議選どうするかは、早めに、まあ、お疲れ様でした。どうもありがとうございます。はい、介護でちょっと先に失礼します。はい、はい、大変です。また最後は、はい、いつもと逆で最後に、はい、私が一番楽しみにしている林田さんのコーナーが、あーそうです、今日は最後に来るんですね、はい、そうそうそう、これは林田さんのコーナー、はい、林田さん、はい、僕は大丈夫です。はい、もうぜひ、もう当然控訴はされたんだと思うんですが、うんうん、はい、はい、じゃあ、はい、これをぜひよろしくお願いします。はい、はい、どうぞ。まあ、裁判の判決が、まあ、先日11月18日に、はい、あ、7日にありました。私がまだ中国にいる間に、ね、はい、で残念ながら原告請求棄却ってなってしまいました。ただあの一応原告 の、まあ、あの原でこの裁判の問題っていうのは、まあ、裁判所に、ね、の争点整理されちゃった後の、まあ、書き方としては、うん、まあ、原告側としてはいろんなことを言いたかったんで言ってはいたんですけど、うん、あの原告、まあ、被告があの患者の経管営業っていうあの点滴みたいなものなんですけど、うんうん、の流入速度を早めたと、うん、でその早めた後にあの嘔吐したと、患者が、それが死因になったということと、あともう一つはあの延命治療というのをあの原告、患者本人や原告に相談せずにあの やらなかったいうことの2点が争われた。はいはいはい。で最初のその、その流入速度を早めたという方に関しては、うん、あのそれはやってることは違法だというふうに、まあ、認定しました。おお。ただ違法なんだけど、まあ違法で。被告 の、 その患者の案にとっては、まあ、違法で問題なんだけど、うん、病院については、うん、あの予見可能性がないので、うーん、という形であの、ね、そう予見することが不可能だったということで、うんうん、まあ、それは全くもって非常識な話なのでっていう形で、うん、まあ、否定されたと、うん、でまあまあ、ただまあ問題は、まあ、そこは控訴審で争うことになるんですけど、うん、まあ、病院が点滴をいつ始めていつ終わらすとかと全然管理してないと、うん、でちょうど、まあ、最近のニュースであの九州の産業医大って方では、うん、その点滴穴開けられたということで、あ、まあ、病院が管理してなかったってことで、うん、まあ、謝罪されたりしたりとかすることになるので、うん、当然内部犯行っていうことはもう絞られてるような状態で、うん、だから当然そういうことは病院っていうのはもう、うん、そんな悪いことするやつはいないんだっていう話では済まない問題になってるので、うん、まあ、そこは控訴で争わなきゃならないところだと、うん、ということ。あと、うん、まあ、病院がその因果関係を否定する、まあ、理由として、うん、あ、その流入速度を早めたことと、まあ、そもそも死亡に因果関係があるかってところなんですけど、うん、まあ、そこは一般のせ、まず影響を与える可能性があることは否定できない。ただし、あの体位変換の際にも入ってるので別の日に、うん、あのその体位を変えたという、うん、そのリハビリに行ってベッドに戻ってというところで、うん、そういったことの体位変換が影響する可能性が、うん、もあるんじゃないかと、うん、でさらにあの感染症があったので、うん、そもそも嘔吐と無関係にあの肺炎になった可能性も否定できないというふうに言ってます。うん、だからこの2つっていうのはそもそも体位変換したっていうのは病院の人が やったことなんで、うん、そもそも病院の人がやったことは問題だし、あのその感染についてもあのこれはあの院内感染の細菌なので、うん、それはその病院の責任はないなる、いや当然それを主張すればなるんですけど、うん、こっちは主張してないなんで、うん、あの裁判っていうのもずるいところで、うん、本当に不法行為って原告が請求した不法行為に対する判断なんで、この3つはもし判断、もしこの3つのどれかが死因だっていうふうに言うんだったら、うん、まあどれにしても病院が悪いから、うん、お前病院のせいだろっていう言い方になるかもしれないんだけど、うん、その東京地裁の一審において原告側はそういう請求はしてなかったんで、う
その院内感染がどうしてほしいなんていうのは言ってないので、うん、そこは判断され、だからそこで原告の勝ちとかそういう話は残念ながらならなかった。これ誰が原告のトップは林田かなんとかさんですか。はい、うん、あ、作戦ミス違う、まあ、結論からすれば作戦ミスになる、うん、これ下書いてあるんですかね、はい、これは厚生病院の医師が証人尋問で証言した、はい、多剤耐性緑なんとか菌の院内感染の問題だ、はい、こっちの方が問題ちゃうの、うん、そうね、院内感染もし、だから社会的にはそう、だからそこ難しくて、うん、あのそもそも、まあ、原告はだからこの輸入速度を定めてオートで、うん、それがまあ肺炎につながって、うん、ずっとそういう裁判行ったんですよ、うん、最後の最後の少年尋問になって、うん、医者が、うん、でその誤嚥性肺炎っていうのはあのまあそれはカルテにも基づいてるんですけど、うん、そこの経過っていうのはカルテにも基づいてるんですけど、うん、その経過自身が、うん、医者は少年尋問になって、うん、誤診でしたって言ったんです。それはその何の、うん、何病院、厚生病院の、だからこの主治医です、うん、厚生病院の証人として来た。でそれがうまく、だからまさに裁判対策で、うん、だから逆に自分たちが誤診っていうのは普通は自分たちの不利なんだけど、うん、原告の請求を逃れるために、うん、この誤診だったっていうことにして、はい、そっちの、すいません、そしたらそれについてね、はい、誤診だっていうことについての裁判を起こすんじゃない、別裁判、うん、まあだから結局そうか、でも裁判をどんどん増やしていかないといけない、でその作戦ミスかどうかっていうところは、だからまさにその証人尋問受けた後に、うん、原告としてはだからここで方針を、医者は自分でさ、はい、その誤診だって認めるってすごい勇気のいることなんだよね、うん、だけどこの裁判で勝つために使ってる、はい、違う、それもしさ、うん、これ判決文で残ってるんでしょ、あのだから そこが、うん、結局証人尋問で言っただけなんです、うん、でかつ、うんうん、あの原告が、うん、被告は、うん、書面とかでもその誤診主張はしなかったんです、うん、なんで原告側の、うん、まあ、が作戦会議として、うん、まあ、それは後からすれば批判されるのは当然批判されるし、うん、私もあるけど、その作戦会議としては、じゃあさ、ちょっと法律的に言い方する、はい、その誤信ってさ、うん、時効まだ成立してないんでしょ、はい、うん、だからそれの裁判、時効は完成してないんでしょ、はい、うん、ということはやるべきことはそうだし、はいはいはい、それの裁判を起こす、まあ、裁判を起こすか、控訴で、うん、あの請求を変更とか、ね、あ、そっち行けんの今、うん、まあ、控訴はまあ一応、うん、それにもう一つ考えられるのは、うん、ね、今度はこれについてね、行政訴訟で義務付けの訴訟とかね、なんかいっぱいその誤信っていうのを認めたっていうのもね、はい、だからそこは裁判上はですね、うん、なかなか興味深いのではないかというふうに僕は聞いて、うん、てるんですよね、いや別にあの林田さんもこれ金取るためにやってんじゃないと思うから、はい、うんうん、そうだね、あの要は真相を知りたいっていうのが一つですよね、はい、これはあれですか、一方で判決は立証公正会にとって被告長男がっていうのは、はい、病院の名前もその宗教法人に直々にやってるんですね、あのそう、病院の運営団体が立証公正会が直接、だからなんか医療法人があるわけじゃなくて、うん、立証公正会が病院経営してるので、だからできるの、医療宗教法人が、はい、医療法人的には今できるんですか、その制度的にできるかどうかっていうのは知らないですけど、うん、今そういうもんなんで、訴えるとしたら、うん、立証公正会なんです、被告になるんです、ああ病院を経営してるとこだってことで、はい、なるほど、その宗教法人が直々に、はい、病院経営できるね、うん、昔はできたから今こんな認可下りるの気せんけどまあまあ、ここはあれさ、信者さん以外でもかかっても大丈夫ですか、うん、まあ、いやだって病院も別に信者じゃないはずですよ、うん、だって病院はそういうもんじゃない、そこでなんか信者がそうじゃないですか、病院は受診義務がある、でも、ね、近くにお住まいだったんですか、はい、近くに、もともと救急車に運ばれたんで、うん、でここがそのだから選択したわけじゃないです、うん、たまたま運ばれたところ、救急車で運ばれた、はい、私なんかもし運ばれちゃったらちょっとやばいかな、やっぱり、うん、なんかいろいろやられて安楽死させて、いや、まあ、そう分からんけど、やたらくね、なんか上のね、うん、厚生会で言われますよ、林大夫けしからんのがおるって、うん、なるほど、まあ、この番組ごとね、西尾さんのこと表に出してるの珍しい、はい、可視化してるんだねなるほど、まあ、これじゃあ、まあ、とにかく控訴審がまた、はい、じゃあ近々っていうか、はい、なんか本当にその健全野党のためにもね、うん、やるべきってその、うん、非立証の野党を作ったらどうですか、うん、いやだからいや むしろそれは多くの人が、まあ、その立証っていう問題をあんまり直視できてない人も多い、党員しても、うん、やっぱ蓮舫野田
的なのに対してのもう、あんなのが民主党、民主党牛耳ってるなっていう人が多いんで、うん、というか本来需要はあるんですよ。なんで手塚さんが転戦になったかって話ですけど、はい、あれは蓮舫があそこに奪い取る可能性があったからですよ。あの時点で、今もどうなんですか、奪い取るっていうのは選挙区を、うんうん、だからあの小選挙区で出る、ね、今考えたらね、はい、あの海江田さん一条祭り行っといてよかったね。海田さんは一区は一区は当たりなんですよ。いやー、だ次だ、そら行って一条祭り主賓になってたぐらいですからね。だからそれはもう一区次出れますよね。やっぱ予感してたんですかね、危ないっていうのに。いや、危ないものも落ちてる人なんで、うん、それは、ね、何でもやるんですよ。まあまあ時間暇やしね。いや時間暇かしらんけど、あ、これですね、これ行きましょうか、はいはい、それで これはその悪い人の話で、今のその、あ、これですね。じゃあもうこれいきますか。これね、はいはい、まず林田さんね、はい、その右側のね、うん、矢印、ごめんなさい、これね、うんうん、ずれた。ずれてましてね、大変失礼しました。これは、しばき隊と、はい、鳥越さんが喧嘩してるという意味です。しばき鳥越が、うん、じゃあもう、あ、違うか、逆か、直し、間違えた。鳥越さんと宇都宮さんが喧嘩してる。それは、ごめんなさい。それはいつもと同じです。それがちょっとずれてましたね、すいません。はい。これ失敗。で、小林節さんなんですけど、うん、どうしましょう、そろそろ。いや、どんどん左に。ってか、もう政治的影響力はあるんですか。いや、それも、どうも。もうだからもう政局。政局からも外していいんじゃないですか。どうしたんだろう、小林節さんね、なんか私が中国に行ってる間にね、うん、なんかすごいこと言われたそうで、うん、共産党だけがまともな政党だと。うんうん、だけど小林先生って昔右やったはずやね、うん。だって今、増山さんとイベントやったりしてるんだから、まあ、まあ、選挙出て全然ダメやってことは分かったと思いますよ。今にこれですかね、うん、シールズと一緒になったりしてなんか、うん、まあ、シールズも解散しちゃう、シールズも解散しちゃうし、ただ選挙出たのが、うん、やっぱ社民や生活にとっては、うん、打撃っていうか、いや打撃も与えてないですよ、打撃ってことじゃないって全然票を奪われたっていう思いはある。いや奪われたものも取ってないですよ。だからここで一緒に出た小林幸喜さんが何だったんだって話、あれだからあの50万とかあれば社民党はもう一人入れた。ああ吉田さん受かった、吉田さん受かった。いやでもそれもないと思いますよ。小林先生のとこ入れてるのが社民党に行くとも思えないですよね。まあでも、うん、ねえ小林さんどうなんですか。うん、だからいやもう政治家本人も政治家としては次郎とは言ってないので、うん、その政局のアクターにはならないんじゃないですか、うん、だから政治の動きはもうやらないんじゃないですかね。ただいろんなところで主張はしたいから増山さんと組んで何かやったりとかいろいろやってるじゃないですか。それでね、どうももう一つね、うん、今日はもう皆さんいないけど研究さん来ないの、どうもやっぱり憲法改正のね、うん、動きが来そうよ。うん、まあ解散も遠のいてるから来年どうですか、北方領土どういうふうに予想します。僕はね、まあ二党返還はいくだろうけど、それからプラスアルファがどこまでいくかってことで、やっぱ三党なんですかね。いやだからロシア軍の駐留認めるんやったら、もちろん面積当分かな、うん、それがロシアと中国との領土返還のことあるから、やっぱり大使線にで割るっていうのが一つベースにあった上で、あそこは国防上大事な場所なんで、ロシアにとってね。だからやっぱりエトロフ島のロシア軍はそのままでしょ。だからロシア軍のところはそういうこと違い保険という状態に、またそうでしょうね、うん、で、うん、多分シコタン島にね、うん、1兆円ぐらいねインフラ整備やってくれっていう実は話もあるわけですね、佐藤勝さん。ああ、はいはい、でそれでシコタン島でいいことして、うん、日本の方がええぞって話になったら、うん、まあその行きやすいっていうか、住民は、基本的に残るんですか、移動しないんですか。もちろん、そうそう、うん、もちろんなんですよ。もちろん、もうそれは国民国籍どうなんですか。国籍決まってますよ、日本国籍選択したかとしてもいいにしなきゃダメですし、うん、ロシア国籍ままロシアに引っ越したかったら、うん、ちゃんと家も全部日本が金出してやりますよと、うん、で日本人になりたかったらどうぞなってくださいと、うん、だから在日本それはハーグ条約的に本来複合選挙だったら植民しちゃいけないことになってるんで、そんなのあんだからそれを訴えないとかなんかそんな話になるんで、だから訴えないのはいいとしても現状的には植民者がいるってこと自身がいかんです、うん、それいかんと言ったから、だからいかんためにはそこにいる人は無条件で嫌じゃなかったら日本国籍も差し上げますと、うん、でもしロシア国籍のままって人は特別永住者的な、そういうことですよね、だから日ロシア人みたいな、そう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 、で、ちゃんと権利が認められる、でもしそこでね
その他のどっかの国の人とトラブルを起こさなかったどうなのか、あ、それでね、なんかヘイトスピーチ条例を、うん、本を読むと、うん、外国出身の人を追い立てるようなって書いてあるんですね、うん、日本で生まれた外国の方は、うん、適用対象外なんですかね。いや、それはそんなことはない、ない、ない、いや、結局ちょっと法律の条文きちっと読んだ方がいいと思うんですけどね、うん、日本で生まれた人も外国人なんですよ。いや、だから民族とかを根拠に、そう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 、だからそれが対象だから同じですよ。まあね、私は分かりませんけど、うん、まあ今に鶴根丸手じゃないけどいや、あの人は日本で国籍な国籍だけど、まあそのロシアの血を引いた国会議員が一人ぐらい出てくるんかもしれませんね。あ、それはあり、ありえますね。だから、まあ、だから日系ロシア系日本人とかって、そう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 、それは昔は白系だって大砲とか、うん、ああ、はいはい、白系ロシア人みたいな、ね、いましたね、うん、あの大砲そうでしょうし、うん、昔のなんか野球スタルヒンですか、うんでね、どっちですか、もう面積等分でね、エトログの先っぽはね、うん、空太の先っぽと変えてくれというふうに動きしてもいいと、まあ、それはないですね、そんな、そんな面の、空太は関係ない話なんで、今回の点で、それと、あのやっぱり島のどっか途中にあの陸路の国境がラインに引かれるのは面倒くさいから、やっぱり3島っていうことで、あの面積等分じゃなくて、島の数等分ってことで、こんなことしたらあれですよ、なんか、歯舞舞と国後で手を打つの、ハボマイとクナシ、そうですね、ハボマイ、チコタンでクナシですね。でもそんな話でしょ、うん、だってもともとロシアのあの3つの島があの、うん、南クリル 地、まあ、地区になってて、それでエトロフとその先あるウルップ島があの中クリル、中のクリルっていうか、まあ、クリル地区で、まあ、もちろんあのウルップ島が先にほとんど人住んでませんけどね。うん、であとシムシュ島とかあっちの方があの北クリルになってるんで、またですね、その一番先っぽの国シムシュ島玉砕とかいろんな話聞いてもね、うん、いやツイッターで変なこと書けてボコボコ言われてますけど、うん、だけどねしょうがない、野田政権作っちゃったんだから、うん、ロシアカード切らざるを得ないじゃないですか。まあね、そうですね、だから ロシアはとにかく早く日本に取り込まなきゃ、まあということなんで、もうこれ、うん、終わりで、まあ、そうですか、また来週に、で林田さんいつも控訴したんですね、うん、結局、はい、うん、あ、じゃあまたこれはね、また次の裁判にの話、また来週までの話からすると、うん、パク・クンヘが、うん、いよいよ弾劾されるそう、うん、まあね、うん、あの与党がどう出るのか、ね、12月2日に、うん、あれ韓国の場合は、うん、過半数で弾劾するかどうかということを決めれるんですね、うん、はいはいはい、で本当にクビにするかどうかが3分の、ね、そうです、3分の2やるためには与党の方の造反が、まあ、29人とか30人ですか。今もともとさ韓国の議会一員制で野党の多いじゃないですか、うん、そうです今ね、うん、あのでとりあえず職務停止になるんですね、その彼が。そうです、だから事実上あの死にたいで1年ほど過ごしてもらうと、日本に亡命するかも。受け入れませんよ、それはないけど、意外と亡命先として日本じゃない、そんなの亡命先日本やったら、うん、もうサンデーモーニングの誰かが受け入れろ、うん、受け入れろって大騒ぎするんじゃないでしょ、そんなのさ、うん、まあということで、まあちょっとそろそろ締めなきゃいけないね、はいはい、ということで、あのまあいよいよ12月になりますけど、あとは注目は日露会談ということで、ね、パックナさんの行方もまた来週の金八夜頃でまた論じていきたいと思います。はい、です、あの林田さんはもうぜひとも頑張ってください、はい、ということで、はい、はい。じゃあ今晩は途中から司会僕になりましたけれども、はい、では皆さんどうもありがとうございました。どうも。